FM93.0 AM1242 日本放送です。ナイツー The Radio Show。 時刻はお昼の1時を回りました。翔太師匠、乾きみこさん、お疲れ様でした。日本放送機の皆さん、こんにちは。ナイツの土屋信行です。花輪信行です。水曜パートナーのメープル超合金ドーナツです。ナイツアラジオショー、本日もよろしくお願いいたします。はい、お願いします。お尻拭きます。あ、坂巻、坂巻介護本、介護本マッハスピード高速球。なっちゃんと一緒に、はい、なんだっけ、なんていうんだっけ、特許だっけ、なんだっけ、引っかかった特許取ったの。いや、なっちゃん特許取ったの。東京特許許可局資格を取った勉強一緒にしてたんだよね、はい、坂巻くん。そうですね、資格、顔が資格で、資格も取り、資格の本を、資格で四角い本出し、四角書みたいな。ねえ、ほんとだ。四角い坂巻が、お尻拭きます。まあ、ホームベースだから、ホームベースですね。ホームベース坂巻が、今回介護の本を出したんですね。はい、ね、そうなんですよ、1月11日に。すごいじゃないですか。で、漫画が、倉田真由美さんって有名な漫画家の方が絵を描いてくれた、うん、ということですね。なんかまあ、その、主人公の女の子がいて、うん、介護の業界に入っていくっていう、まあお話なんですけど、まあ面白いんで、ぜひ、読みやすいですよ。そういう話を作ったんだ。はあ、すごいね。まあ坂巻も今、その、介護施設というか、うん、はい、働いてるので。働いてる、うん。なんか、働いてる人からしたら、うん、まあわかるってなるし、あ、介護ってこういうことなんだっていうのもわかるし、うん、はい、面白いので、ぜひ、はい、角川から。お笑い芸人さんとかの、この、副業の、はい、話みたいのってなんか面白いよね。なんかそういう、そうです ね、なんか本になったりとかね、結構するけど、はい、坂巻で自分も1月31日に、え、はい、出すんですよ。本出すの？介護の本を、はい、すごい。あの、介護に触れた時、年齢から、うん、まあ、今に至るまでの漫画と、うん、まあ、対談とか、うんうんうん、はい、いろいろ書いて、もう全部書き終わって。終わって、もう、はい。今予約がアマゾンでできるんですけど。へぇ、はい、あ、そうなんだ。はい、すごいですね。主婦と生活者さんから出ます。あ、そう。はい。ぜひぜひ。漫画じゃない。あ、漫画で、まめこさんっていう方が、はい、書いてくださって、漫画も入ってます。はい、入ってます。読みやすいんで。あ、そうなんだ。はい。どういう、まあ、介護。まあ、現場にいた話を書いてますね。うん、主に、漫画に関して、うんうんうん、なるほど。読みやすいんで、ぜひ。なんかね、読みやすい方がやっぱいいなと思うんですよね。なんか難しいじゃないですか、なんかいろいろ専門用語とか結構あって、うんうん、そうやってこう、まあ、いざっていう時にね、専門用語から入んなきゃいけないって結構ハードル高いと思うんですよね。まあね、うん、でもさ、まあ、資格取る勉強する時は結構難しい本とかも読んだりしたの？はい、ああ、なんかもう全然入ってこなかったですね。なんか全然入ってこなかったの？全然入ってこなかった。最初漫画であればよかったのに。いや、漫画だったら入ってきたのに。ないもんね、なかなかそういうの。難しいですよね。でも専門職なので、やっぱり知識は入れなきゃいけないと思うんですけど。そうよね。結構、やっぱ、その、現場ではいろいろケアとかそういうのはやってたんですけど、うん、その、介護保険とか、うん、そういう難しい、こう、いろんな、なんでしょう。保険とか、ね、事務とか、そう、保険関係とか、うん、そうだな、法律だとかっていうのは難しいな。難しい。やってなかったので、難しかったですけど。確かに。うん。でも楽しい本なので2冊とも。なるほど、はい、ぜひ、ね、やっぱりマッハスピード剛速球も漫才協会ですからね、うん、あ、そうでしたね。あ、今思いました。ああ、いや、なんで忘れるんですか。忘れてたけど。いやいやいや、なんで忘れてるんですか。外部みたいな。竹師匠、初代竹師匠だっけ。初代あの竹支配、初代竹支配チャンピオンですから。あ、そっか、すごいですよ、肩書きは、うん、ねえ、なんだ全然、坂巻全然知らないけどみたいなスタンスやめてください。漫才協会のこと忘れてたけども、顔が四角いことは絶対忘れない。顔に曲線が一個もないことは絶対忘れないんだけど。ホームベース顔で売り出そうとしてるからね。そうですね、漫才協会だけはちょっとね、はい、覚えてない。やってますからね。うん。すごいですね、楽しみ。ぜひ皆さんね、手に取ってください。はい、野球とかやってんのかな。坂巻は何やってたかな。野球っぽい名前じゃん。そもそも剛速球とかさ。あ、確かに、うん、草野球チームとか入ってくれるかな、漫才協会のマンキース。あ、どうなんですかね、うん、まあいないよね、入ってないよね、入ってないよ、グループライン入ってないから。相方のガンタはすごい
鍛えてますけどね、なんかそういう体を動かしたりとか。あ、そう、坂巻がなんか動いてるのあんま見たことない。どういうこと？動いてるの見たことない。坂巻動いてないな。いや、介護って介護される方じゃん、それも。動かなきゃいけないんじゃない。いや、そんな、いや、ご飯行ったり飲んだりとかしますけど、うん、なんかスポーツやってるイメージが全くイメージがない。ないです、ね。そういう話をしない、うん。そうですね。じゃあできないんじゃないの。できないかもしれない。でも、いや、そう、わかんないですよ。でもホームベース顔だから。なんかね、この前J コムでね、はい、やってる番組で、はい、東関東人図鑑っていう番組やってる、あ、もう今名前変わって純喫茶花輪ってやつやってるんだけど、はい、鎌ヶ谷の、鎌ヶ谷市のスポーツショップの社長がゲストだったんですよ。で3年ぐらい前に1回その社長来た時に、うん、すごいスポーツショップなのね、うん、もうグローブの数がもう本当に関東だともうトップクラス で、うん、ローリングスっていう会社のグローブが日本一多いっていうので、うん、もう話題になってるとこで、うん、結構プロ野球選手とかそういうの野球グッズ買いに来るのよ、うん、で3年前に行きますって約束してて、うん、行ってなかったのね、うん、それでこの前久々にゲストで来て、うん、はい、お久しぶりですと言われた時にこの人誰だっけなと思って行くってまで言ったのに約束したのさんが、うん、ね、スポーツ用品店のって言ってやべえと思ってもう近々行きますと、うん、だから漫才協会でなんか誰か後輩のグローブを俺買いに行きますって言って今なんか野球でこれからやろうとしてる後輩を探してるんだよ。だからなんか坂巻がもしグローブ欲しいとかあったらなんか一緒に買い行きたいなって話。あ、じゃあちょっと坂巻に聞いてみましょうか。いい、うん、うん。グローブ欲しいって。そうだね。まあ坂巻じゃなくたっていいんだけど。そうだね。そうだね。いや、せっかくなんで、いや、本当はすごい肩強いかもしれない。めちゃくちゃ。いや、そんなやついっぱいいるんじゃない。いや、言ってないだけでね。そう、コンビ名だけだからね、今のところ手がかりは。うんうんうん、野球やってるんじゃないかって。そうそう、ただ、そう、やっぱ漫才協会入って、うん、もう結構1年ぐらい経つでしょ、うんうん、そしたら野球やってたら、マンキーズに絶対入ってると思うけど、ね、されてるかな、誰かしらから声かかると思うけど、声かかってるかな、うん、でもチャンピオンズのさ、はい、あいつまだ入ってないよ。ああ、日本一。世界一。あ、日本一だっけ。日本一。そんなまだ行ってねえよ、世界一まで。日本一も行ってないけど。日本一面白い大崎、まあ、東京一も行ってないけど、ね。日本一面白い大崎くんね。大崎くんは、長崎のね、うん、なんだっけ、日大長崎の、長崎日大の第4捕手だからね、あいつ。なのに、ベンチ入れたんでしょ、ベンチ入れた。第4捕手だよ、ベンチ入れたやつだから。なんでですか、言ってたね。日本一面白いから。ノリがいいからだよな、面白いから、あいつ。面白いから、ね。だから、あれ出てたよ。トンネルズさんの、あれ番組出てたよ。うん、出てた？浮島の、ゴルフのやつ。ああ、ゴルゴさんとかが、その浮島に、スポーツ王のやつね。そうそうそう、そう、水谷豊さんとかが売ったやつを、全然遠いのに、ジャバーンつって、取りに行く、グローブやって。やっぱハマってた。あれ入ってたよ、大崎さん。さすがさすが。そうそうそう。嬉しいな、やっぱり。すごい、うん。大活躍してましたからね。チャンピオンズめちゃくちゃチョンってされてたよ。まあ、トンネルさんからチョンってされて、チョンってすんなよってやってて、もう最後、小栗旬さんにやられてたから。チョンってされてたから。でもすごいよ、絶対ハマるもんな、やっぱり野球とサッカーでしょ、まあ、ね、トンネルズだからね、言っても、でもテニスとかも、うん、あれ見てないですか、スポーツを見て、野球のやつは見たの、野球版、俺野球版のやつは絶対見た、野球は面白いね、でもテニスがすごくて、うん、国枝さん出てて、あ、出てたんだ、そう、やっぱり統括会、うん、で松岡修造、伊達公子、うんうん、で国枝さんと反対側のチーム、うん、高さんチームかな、うん、小田時人選手、おお、だから後継者ですよね、国枝さんの車いすテニスので、もうずっと一番後ろは国枝さんと小田さんのもうラリー、うん、ずっと、で前衛とかに高さんとか、それはすごいね、いて、で最後もう高さんが、うん、もうちょっとここで国枝対小田時とやっちゃってよとかっつって、うん、2ゲームその1対1でやったのよ、どっちだったの、1対1で終わったのよ、それが最初も国枝さんが取って、うん、うわまだやっぱ現役退いてもまだ勝てないのかってなったんだけども、もう1セット目やったら、もう小田時人が意地を見せて。でも17歳だからね、ここからどんどん強くなるからね。めちゃくちゃ楽しみだなって思って。もうだって1回何回か優勝してんだよね、グランドスラム。小田時人も。めちゃくちゃ感動した、あれ。え、マッケンローは？マッケンロー出てない。
毎回出てくるね、ジョン・マッケンロー。ジョン・マッケンローは出てないです。あ、出てないんだ。マッケンロー出てない。伊達公子さんと松岡さん。レジェンド枠はそこですから。もうでも、野球版しか見てないけど、杉谷さん、うん、面白いな、あの人。日ハム、元日ハムの杉谷さん。本当にあの人、なんかやっぱ悔しいけど、うん、あの、子供が杉谷見て爆笑してるの見て腹立ってたもんね。ゴルゴさんと一緒に踊ったりとかね。やっぱ子供は笑っちゃってたよね、あれで。すごいよね。あの番組面白いけどね。面白かったね。その、だからグローブをね。で、その鎌ヶ谷の、うん、そのお店がね、要するに鎌ヶ谷って日本ハムの二軍球場があるから、うんうん、その日本ハムの選手も結構そこの来たりもしてるんだけど、うんうん、まあ、あとサインとかもいっぱいあるんだけど、うん、あの、これすごいですよ、つって。要するにいろんな絵馬が、なんかその野球神社みたいのをそのスポーツショップの中に作ってるわけよ、うんうんうん、でそこでみんな高校野球やってる子が今年は甲子園行きたいとかっていうのを書くんだけど、日本ハムの選手もそこに絵馬を飾ってるわけよ、うん、でそこにまあ杉谷選手とかもういっぱいあるんだけど、これ見てくださいって言った、うん、大谷翔平の絵馬、世界一って書いてある絵馬、もうこれもう10年ぐらい前のやつなんですよって言って、うん、これすごいじゃないですかって言って、うん、でもこれね大丈夫ですか、こんなんもうすごい貴重ですよ、うん、って言ったら、あの見てください、他のと違って大谷翔平のだけ紐でくくってます、盗まれないいや、ね、ニッパーあったらすぐ持っていかれますよ、これ、うん、鎖かなんかに変えた方がいいですよ、つって一応、うん、一応そうなんです、セキュリ最小限のセキュリティを、でも貴重だよね、まあね、そうそう、やっぱ鎌ヶ谷のスポーツショップだから、うん、やっぱ来てたんだ、うん、いやだから鎌ヶ谷ってすごい、ダルビッシュも大谷もみんないたんでしょう、みんないたっていうんだからね、なんかあるんですかね、ね、強くなる、そのまま日ハムの二軍球場があるから、うん、からそこでやっぱり育っていくからね、すごい、そうそうそう、ね、うん、ちょっと行かなきゃいけないから坂巻と一緒に、じゃあ、いや話聞いた限り坂巻じゃなくてチャンピオンズじゃないですか、でもチャンピオンズにあげればいいのね、でもグローブ持ってそうじゃん、持ってそうだけど、そこはやっぱり会長から漫才協会に入ったんだから、これマンキーズでこれからやってけっていう、やっぱプレゼント、一番いいグローブをさ入ればいいじゃん、高いよ、いくらぐらいするんですか、やっぱり安くても3万円はするよね、まあでも革ですもんね、そう、でもなんかね、その昔ボロボロになったもう色あせたグローブも復刻できる、あの技術があるんだって、そのお店で、で復刻っつってもう全く色も元に戻すことができるんだんだよね、そのやり方はちょっと企業秘密なんらしい、あ、そうなんだ、そう、ビフォーアフターの写真見せてもらったけど、柔らかい状態にできるってことですか、あ、柔らかいっていうかもう色とかをもう買った時ぐらいにできるの、皮を張り替えちゃうの、それはね、皮はグローブってなんか皮がボロボロになってくる、ね、そうだよね、だから張り替えてるのかどうやってるのか分かんないんだ、ごっそり新品にしてんじゃん、それは俺同じ同じこと聞いた、いやそんなわけないですよねって言われたけど本人に聞いたんだ、やっぱり捨てられないんだって、うん、やっぱり野球をずっとやってきた人っていうのはもう自分の相棒だから、うん、それはもうだからそういうサービスもやってますって言ってた、あれもやってんの、その新品のグローブをなじませるみたいなさ、それはもうやってる、なんとか工房みたいなのがその店の中にあって、それでもうあの調整して微調整して、もうもちろんやるって、あ、そうなんだ、そう、すごいお父さんが始めた小さなスポーツショップだんだけど、もうすごい今すごい有名な大きくなったっ、プロが行くぐらいだからな、そうそう、すごいお店なんだろうな、うん、なんかいいじゃん、そういう、うん、あ、並木、スーツの並木みたいじゃん、なんか俺たちで言うと漫才師がね、漫才師がみんな行ってますもんね、うんうん、そもっとあってもいいよね、俺たちもそういう店が、あ、うん、スーツとかネクタイとか靴とか、うん、ああ、なるほどね、そうよそうよ、ここのネクタイで、うん、M1 チャンピオンが何人出てますとかね、うん、なんかそういうのがいいよね、メガネとかないんだよ、メガネとかメガネね、専門のメガネないの、そういう土屋専門メガネみたいなね、浅草のジンズで大体買ったんです。大体あの浅草の寄席で、あの、あ、メガネ忘れたってなったら、ちょっとやっぱ10分あったらそこ行けるから、浅草ロックスの、浅草ロックス。ジンズで買ってっていうのを、そればっかりが溜まってます。僕のメガネのコレクション。本当に時間ないとき俺が貸したりする、ね。そう、花さんがプライベートでかけてる、そう、伊達メガネを借りたりする。意味わかんないけどね、別に。伊達メガネなのに、ね。普段、
普段俺がメガネしてなくて、あなたがしてるメガネ舞台では入れ替えてやって、それでもいて OK。メガネかけなくてもいいんじゃないの思ったけど。あ、もうわかんないけどね。まあわかんないですね、もう誰だか。なっちゃんってさ、メガネかけてるっけ今、ふと思ったけど、舞台の時って。かけてます。かけてる。この形じゃないです、でも。そうだね。あと、ちょっと四角いやつです、ね。ああ、そっかそっか。そのイメージ、紫の。メガネも紫だよね。茶色とか黒とか、いろいろありますけど。そう、一応こうキャラクターだからね。そうなんだ。顔変わりますからね、メガネで。そうだね。でもメガネを外して、外した、やっぱ外して最初の頃はやっぱ違和感があるから。なんかね。で、いつの間にかさ、亡くなってる人いるよね。藤森くんとかいつの間にかメガネしてないよね。確かに。確かにね。ね。メガネのイメージあるけどね。もともとメガネだったよね。カッキンの頃は。そうですね。そうだよね。ね。所さんってメガネかけてるめちゃくちゃかけてるでしょ。上にかけてんのか。あ、そう、おでこにかけてるか。おでことか。たまにかけたり。ああいうので、ああいうのでごまかしていけばいい。わかんなくないな。少しずつおでことかに乗っけて、メガネのイメージをこう、少しずつコントラストで。ずらして。うん。下げていけばいいの。やっぱ最終的に所さんって憧れるじゃん。それはまあ、所、スタイベースみたいのも憧れるんだけど、なんか、俺は M ハゲの神様だと思ってるから、俺も M ハゲだから。ああ、まあ、かっこいいハゲ方みたいな。かっこいいハゲ方。そういうところはあるよね。やっぱり鶴瓶師匠とか、やっぱり所さんとか、もういつ、なんか、必ず、そろ、最近言われんの、45ぐらい過ぎてから、いつも行ってる浅草のオルオルのね、床屋さんで、どうします変えますって。まだ覚悟できてないの。もう、やっちゃいますみたいな。あんなに変えるって。いや、要するにもう、もう薄くなってきたから、要するに所さんみたいな感じに、いっちゃいますみたいな言うんだけど、まあ、ちょっとまだ、もうちょっとおろしで。あ、そっか、一応おろしか。一応おろしだよ。別に、あげてねえだろ。おろしなのこれ。これおろしだろ。あなた、おろしとか。前髪おろしてんのこれ。前髪作ってるし。作ってんの前髪。前髪作ってるでしょ。おろしてる。こっから何が変わるんだろうと思うけど。いや、だからまあ、要するにもうこう、思いっきり。上に、まあ、ところさんみたいに、立てちゃってみたいな。所さんはそっか。金髪にやってる。だから、白髪がいっぱい出てくるから、やっぱりこう、金髪みたいので、所さんみたいにするのも一つありか、もっと短くして、なんだろ、前、まあ、すごい通わなきゃいけないけど、するっていうのも一つありだけどね。まあ今は別にこのおろしが、そう、おろし。ずっとおろしてやってきたから。聞いたことないですけど、髪の毛のね、おろしって。おろしでやってきたから。大根っぽいんだよね、おろしっていう。大根。料理っぽくなっちゃう。そうですよ。このイメージはなかったですね。そうですか。そうですね。あんまり気になったことない。でも割とすぐ、スムーズに所さんの髪型にいけそうだよね、花輪さんはね、全然。いけそう？うん。結構、変えたやついる最近。髪の毛。笑い芸人。髪型変えた人。原西さんの白髪の2ブロックをもう慣れてきたでしょ。ああ、そうだね。ああ、そうですね。うん。もうなんか、初め、なんか、もう会った時に、あ、なんか染めないようにしたんですかって言ったらもう、プやねんとかって言ってたけどね。もうなんかそんなのももう慣れちゃったでしょ。あれはいいよね。あれいないもんね、他にね。あれいない。なんか。で、なんか原西さんっぽいじゃん。そうですね。別に、してんですね。また富澤さん髪型変わってたね。え？なんであの人、あんな変えんの？え？どんなになってました？富澤さん？はい。富澤さん今、なんかパイナップルみたいな髪の。パイナップル？まあなんかパーマで、前髪がもう、目ぐらいまである。なんかもう。ああ、そうそう。なってたでしょ？そういう感じ。でも結構前からあんな感じの。前からあれだっけ？富澤さん。過去20年のデータ全部出してくるの？富澤さんと、堂本、堂本剛さんと。堂本剛さん。須田将暉さんと。あと、白木さんがね、角刈りになりました。そういえば。いやいや、それはもう。いや、やばい、原稿。ちょっと上ではもう花さんがコーヒー吹き出してたよ。ちょっと、なんでいや、足らき、角刈りになりました。SDGs の象徴と言われてる足らき。こういうこと、そういうことじゃないんだ。SDGs が目指すジェンダレスってああいうことじゃないから。すごかったなぁ。そうだね。そう、ランジャタイ2人とかもね。ランジャタイは2人とも角刈りだもんね。あ、だ坊主か。坊主になっちゃいましたね。ああ、そうだね。いろいろ変わりますね。めちゃくちゃだよ。本当だね。伊藤君はずっとカツラ、その上にカツラかぶって。そうですね。で、中は角刈りですもんね。中は角刈り。それ耳わかんない。
あのブーム何なの？角刈りブーム？ガクとかさ、真空ジェシカのブーム。あ、そうか。何なの？あのブーム。ガクもみんな。髪型坊主にしてその上にカツラ被せるブームみたいな。若手でやってるやつは何なの？モノマネ芸人じゃないんだからね。モノマネ芸人さんみんな。ガクちゃんに関しては相席食堂ですよね。ああ、そうなんだ。ガクはそうだよね。そうそうそう。で、ランジャタイは、まあ、あの、あれだよ。ガキの使いで。でしょ？あ、それがクニちゃんですね。クニちゃんは。伊藤ちゃんも。伊藤ちゃんも相席食堂だ。うんうんうん。そうなんだ。わかんない。ブームになってる。ブームなんですよね。で、そこ、角、うん、そうか、綺麗な角刈りになってるもんな。ずっと変わんないと、なっちゃんなんか変わんないもんね。ずっと髪型ね。ずっと変わんないです。うん。もうずっとおかっぱです。ね。うん。なんかこの前、ネットで、3年間、髪を伸ばし続けた女性の TikTok をもう一気に見るみたいのをが結構流行バズってて、うん、もう坊主から3年間ずっと横からの映像を撮ってるの、うん、それで、うん、もう3 days after とか30日後みたいにバーってやって、うん、うわすげえこんな1年伸びるんだってなったんだけど、うん、なんかもうなんでだよと思うのが2年ぐらいの時に1回切ってんの、それでそこからまた伸ばしてるのね。なんで、ね、絶対それダメじゃん、うん、なんでこの人変えんのしたらやっぱコメントみたいのになんで切ってんだよみたいな、うん、1回、あ、まあそうですよね、うん、切らないやつ見たかったよみたいな、うんうんうん、かコロコロ変えんなよとか外国人のさ人に対してのコメント書かれてまあ、同じこと俺と思ってたから、あれ変えないでよ。それを動画上げるんだったら変えないでほしい。動画なのかなと思って見た人はね。うん、そしたら途中でなんか、そういうわけじゃない。いい感じの髪に一回切って、生活もあるから、生活なりにはするんだ。ちょこちょこそれをもう一回見るとちょこちょこ整えてはいるんだ、ね。なんで整えんだよと思って、伸ばし続けるよと思っちゃったんだよ。なんで3年間やるって言ったのに、切っちゃうんですかね。うん、でもまあ、だいたい半年ぐらいで、あ、こんな感じで伸びるんだっていうのはよくわかるね。え、どれくらい伸びるもんなの髪の毛って。1ヶ月1センチとかいって、ね。だから半年ぐらいで、うん、まあ、ベリーショートみたいな感じでしたよね。半年でベリーショート、まあ、なったね。で、やっぱり1年ぐらいでもう普通のショート、なっちゃんと同じぐらいにはなってて、1年。でも1年半ぐらいでもう、まあ、割とロングヘアぐらいになって。ああ、そうなんだ。で、2年ぐらいで、まあ、結構伸びてきたなと思ったら、急にまた。いや、いいじゃん。そうそう、2年でもう終わらせればいいんだよ。終わらせるんだよ。その後また伸ばして、最後いい感じで終わるから、これ何なんだよと思って見ちゃったんですよ。実験なんだからね、ちゃんとしてほしいけど。まあ、実験なのか分かんないけど、ね。その人が多分自分で、ずっとコツコツいいってなっちゃったのかな。うん、なんか髪の毛切りたくて。なんかね。なっちゃったのかな。そういうのでも面白いよね。面白いですね。ずっと家を建つ模様とかさ、スカイツリーもずっと撮ってたでしょ。あ、そうなんだ。スカイツリーもずっと撮ってたからね、定点カメラで、できるとこ。どうなってんだろう。だもう忘れちゃったもんな。なんか建設中のとこずっと浅草からさ見てたけどね。見てた。もうなんか忘れちゃった。どんな形になってたからね。そう。だから かわいそうだったというか、まあね、あの本当はそのスカイツリーの中に商業施設がいっぱい立って、うん、あの要するに食べ物屋さんとかいっぱいあるじゃない、うん、でそんなのあんまり分かってなかったから、うん、やっぱあの周りのお店がもっとお客さん来るんだって初め思ってたから、なるほどね、そっかそっか、割と建設段階の段階ではもう本当に嬉しいですっつって、うん、何回も行ったんだけど、なんか天ぷら屋さんがもうスカイツリー天ぷらみたいに作って、うん、それでなんかご飯食べるんだけど、いざオープンすると、うん、まあ、そのお店にも来るんだけど、だんだん中にいっぱい店あるから。空町の中にね、全部あるから、ね。そう、割とそこまで来ないっていうのはちょっとかわいそうだなと思う。確かにね。そうそう。そういうのがあるんですね、やっぱ。結構、あるあるある、うん。あったね、スカイツリー天丼。スカイツリー天丼。どういうやつですか？ 3 回ぐらいロケ行ったよ。丼分だから、メガ盛りみたいなもんなんだよ。穴子みたいなのこうさ。穴子が中心か。なんか柱みたいに立って、そこにエビをこうみんな立てかけて、6本ぐらい。そう、すごい。作ってた。美味しそう。そう。で、一応、あの、天丼の蓋を横にちょんっての、うん、閉まるわけないんだけど、ね、横にちょんって乗っけて、できて、すごい美味しかったけど、うん。美味しかった、美味しそう。あれね、スカイツリー天丼。いいな、食べたい、うん。天丼食べたいな。万博とかも撮っといたら面白いだろうね。万博は、だから、急ピッチだよ、急ピッチ。急ピッチですよ。あと1年後ぐらいでしょ、うん、ああ、そうですよね。すごくないか、あれ。あんのかな、シンボルみたいなね。ああ、脈々くんしか今のところ。脈々くんしかいないじゃん。脈々くん。脈々くん。脈々天ぷらとかあんのかな。
何でつくんだろう。まあ、かき揚げでいけるっちゃいける。ミャクミャクって言えば、かき揚げで真ん中に卵でも乗せとけばなんかいけるっちゃいけるけどね。いけるか。うん、ぽく見えるかもしれない。すごいだろうね、今もう大阪はもうそれで。ミャクミャク。ただ、赤くしちゃって。赤くしちゃって。紅生姜じゃないですか、紅生姜。いや、紅生姜の。紅生姜の天ぷら。紅生姜のかき揚げ。青いやつ。青と赤枠ですよね。青のりか。青はなお好み焼きで。食欲全然青は。赤はあるけど、青っていうのがあんまないですよね。何がいいの？緑じゃないし。難しいんだよな。青でできるもん。もう、難しいよね。食紅しかない。やっぱりスカイツリーみたいな一本なんかシンボルがあればいいんだろうけどね。そうそうそう。なんか立てればいいんじゃないの、なんかそういう、ね。たこ焼きになりそうですけどね。なんか。まあ大阪だから。たこ焼き。たこ焼きとか。脈々たこ焼き。脈々たこ焼きとか。つまようじで固定して何個かのたこ焼きをつまようじで固定してね、やっぱオレンジページでオレンジページでレギュラーやってるだけあって、アイデアがいっぱい出てきますね。考えちゃいますね。オレンジページでオレンジページで、ね、この前載ったんでしょ、オレンジページのネットで。あ、それは、うん、あのオレンジページの連載の企画で、うんうん、生春巻きをちょっと、まあ、今はまたブームが来てるということで、で、まあ、打ち合わせの段階で自分はそのでっかい生春巻き作れたなっていうのと、うん、で、あのフルコースとか懐石料理を一本にまとめらんないかっていうのをちょっと考えてて、うん、じゃあ、まあ懐石料理だったら一番最初に食前酒だ、食前酒はまあ液体だから、まあゼリーで固めてとか、食前酒で、まあ、なんでしょうね、一口で、まあ、恵方巻きな感じですよね。ああ、じゃあ食前酒一口目、うん、で端っこに食前酒があって、はい、でその次が食前酒の次がなんか、まあ、うん、前菜、前菜、まあ、まあゼンマイとかそういうあのごま豆腐だとかそういうっていうのがもう入ってきて、和のフルコースなんだ、和のフルコースな、うんうん、で、まあ、どんどん食べ進めていくと、まあ、魚焼き物だとか刺身だ、全部一本の春巻きに、一本の春巻きに、そうですね、最終的には松茸ご飯みたいな、松茸ご飯、そう、長い長いのが欲しかったね。すごいね、そうフルコースが入る分の、なるほど、一口でお皿とかじゃなくて春巻きにごと食べれるってことですよね。ごと、はい、もう一本で懐石料理が完結するっていうのを考えたんですけど、まあ、今回に関しては、まあ、フルコースっていう、まあ、イタリアンっていうか、うん、まあ、パスタとかその前菜とか、お腹いっぱいになんないか、うん、その途中で、まあ、いや、もうそういうことじゃなくてですね、まあまあ、あのお腹いっぱいっていうか、まあ、楽しみたいっていう、本当に量はフルコース食べるのと同じぐらいの量が中に入って、そうですそうです、それを巻きたいっていう、それだからさ、何のフルコースが一番生春巻きだと合うのかな、そのイタリアンなのかフレンチなのか、いや、なんでしょうね、中華のフルコースとかさ、なんかいろいろあるよね。今回連載したのはまあイタリアンみたいな感じだったんで、うんうん、まあ、ちょっと違うのもやりたいですけどね、長いやつ、ね、長いやつ、うん、今回に関しては8枚ライスペーパー使って、うん、8枚、そうです、はい、すごいライスペー、直径22センチなんでしょ、そう、もうめちゃくちゃでかかったですよ、まだ飽きないのもすごいよね、ライスペーパーがなっちゃうもん。はい、昨日も食べましたしね。もう本当にずっと言ってるじゃん、2年ぐらいこのラジオで。ね、ラジオで、うん、そう、確かに。もっと。ブーム来てんの今、生春巻き。って言ってますけどね。誰が？そう、全体的に？全体的に、うん、売れてんだ、じゃあもう生春巻き。みたいですよ。あ、そうなんだ。うん、へ、もう自分はでも一回収束したんで。収束したんはい。したんですけど、うん、ありましたありました。だから前、その、カツ丼を全部巻いてったりとか。カレーうどん巻いたりとか、時期があって、ね、液体まで行っちゃったから、ね、液体まで行っちゃったんで、もう終焉したんですよ、ね、また再燃してきたの、みんな流行りだして、あ、うん、そういえばライスペーパーなんか美味しかったなって思い出して、へ、今度はその1本でフルコースをどうするか、フルコースになってるわけだそうなんですなんかでもまあお皿使わないし、うん、今泉先生も喜びそうな、なんかね、でもその8枚をつなげられるの、うん、このくっつくもんなんだ、はい、うん、あ、つ大丈夫です。結構長くなるんだ、はい、8枚。太くもできるし長くもできます。へえ、うん。じゃあそれでまあ、どでかくはできるんだね、うん、いくらでもね。できます。もうエンドレスで。何メートルぐらいなの？それ全長。オレンジページでやった時ですか？うんうん、直径22センチでしょ？で、まあ、こんぐらいだから、まあ50センチあるかな。まあ、うん、結構でかい。結構長いな。はい。そうですね、うん、まあ、ローストビーフが入ってたりサラダが入ってたり、スープをゼラチンで固めたやつ、冷製スープでしょ、うん、そうですね、
あとサラダとかめちゃくちゃありました。そう一本に入って、はい、ちょっと透けてるわけですよね。はい。その、ここの辺がローストビーフだなとか。わかります。わかる。わかる。なんとなくわかる。もちろん切って。切っていいです、捨てるね。はい。いいね。もう、ぜひ、いろんなもん巻いていただきたいなっていう。そうだね。ありますね。別にみたいな感じでした。そんな興味なさそうな。どでかなあるね。レシピ。なんか聞いてもやっぱいいな。いや全然興味なさそうだったけどな。じゃあそれではそろそろ行きましょう。 This program is specially designed to make you laugh shamelessly in the middle of the day. We've got a very special person hosting the show today. Well, without further ado, let's dive into it. Are you ready?The Radio Show!改めましてこんにちは、ナイツの土屋伸之です。花輪伸之です。水曜パートナーのメープル超合金安藤夏です。ナイツラジオショー本日もよろしくお願いいたします。はい、お願いいたします。さあ2時台はザゲストショー、今日はジャングルポケットの3人が登場。3人で来るのはね、うん、結構初めてみたいな形らしいですけどもね、うん、そうなんです。以前ね、うん、あの2人で来てくれたって、はい、大竹君と大田君で、うん、あそこのもんじゃのもんじゃストリートがなくなっちゃったからね、大竹の実家の、うん、その話だろうな。大竹の実家のもんじゃの話、うん、その話だけだろうな、うん、まあ、けってことはないでしょ。いろいろね、いろいろ触れられたくないこともいっぱいあるからな。それ以外にも大事なあります。斉藤君馬主だしね、今ね。あ、そうなの。そう、ジャングルポケット3区だね。ジャングルポケットって馬がいたから、亡くなってから、うん、もうそのジャングルポケットの、そう、あの子供の、あの馬主もやっててね、お待たせしましたっていう馬をね持って。お待たせしました。お待たせしました。すごい面白、はい。似てるってだけで、あの山田さんがやった全田監督に似てるってだけで、斉藤君のギャグになってるからね。お待たせしました。怒られないから大丈夫だよ。何なの、お待たせしました。そうなんですよね、まあ、いろいろあります。じゃあ3人とも来てくれます、はい、そしてメールテーマを発表しましょう。今日募集するメールテーマはこちら。根拠はないけど断言します。これくらいの、はい、お弁当箱の歌が流れてますが、今日のゲスト、クリスタルジムの先生でもあるジャングルポケットおたけ先生が、お弁当からタンパク質は取れないという暴論を言ってます。この根拠については後ほど聞いていきたいと思いますけども、今日はリスナーの皆さんが思うですね、根拠はないけどそうだと思うということを教えてください。断言してください。そうですね、うん、じゃあその根拠を勝手に推察します。はい、なっちゃん、例えばありますか。まあ、グミ好きな男の人は一人もいない。そんなことはない。長袖は着なくていい。あ、なっちゃんはね。断言します、ね。着なくていい。っていいはないよね。着なくていいはない。まあ、メール来てますよ。はい、愛知県ラジオネームのチェリマツさんですね。うん、パソコンをキーボードを見ずにカタカタ打てる人は打てない人をかなり下に見ている。あるかもね。あ、そうですね。それはあるかもしれない。俺あれ一生できないわ、ブラインドタッチ。ブラインドタッチね、難しいですよね。なんでエンターキーターンってやるんですかね、みんな、ね。あとそのドラマでさ、キーボード見る人見たことないよね、絶対ブラインドタッチ。そうそのハッカー、天才ハッカーのシーン、天才ハッカーのシーン、こんなんやってたら冷めるじゃん。そうだよ、ね、下向いて打ってたら冷めるじゃん。やっぱり冷めますね。そうだよ、ね、もう絶対ブラインドタッチだもんね。本当のハッカーってあのぐらいの速さなのかな。どうなんだろう、ね、めちゃくちゃ速いと思いますよ。めちゃくちゃ速いの、ハッカー。めちゃくちゃ速いと思います。ハッカーって本当にキーボードキーボードでやるの。やると思います、やると思います。やるの。まるでなんかハッカーを見た、間近で見たことあるような言い方でしたけど。いや、そんなことないですよ。なんか隠してる。え？いないだろ、なっちゃんの周りに。あなたが、いないんだから。あなたが。なっちゃんハッカーじゃないだろ。そんなということで、はい、その他ゲストへの質問や、番組を聞いての感想などお待ちしております。宛先なっちゃんお願いします。はい、受付メールアドレスは rs@1242.com rs@1242.com rs はラジオショーの頭文字、アルファベット小文字で、 x はハッシュタグナイツラジオショーをつけてポストしてください。メールを送ってくれた方の中から抽選で5名にラジオショーオリジナルサインペンをプレゼント。メールには住所、氏名、電話番号をお忘れなく。それではナイツアラジオショー、この後3時30分まで生放送です。ナイツ
The Radio Show。 はい、ここで中央事務所よりお知らせです。あなたがお使いのクレジットカード、お支払い時に利息を払いすぎていた可能性があるので返金を受けてください。まずはいくら戻るかご確認を。代表は法務大臣認定司法書士の田中修平。お電話は0120-10-10-10-10-10-10。古いカメラ、壊れたカメラ、いくらになるか気になりませんか？カメラの北村ならどんなカメラでも高く買い取ります。さらに時計ブランド品も少量でも無料で査定に伺います。お電話は0120-157-999-157-999。出張買取はカメラの北村。ちょっと食べ過ぎるとすぐにもたれる。油物でムカつくようになってきた。胃袋だって年を取ってくるんですね。そんな弱った胃の粘膜を丹念に修復してくれるキャベジンコアアルファ、元気な胃袋が戻ってきますよ。第二類医薬品です。過払い金の確認は0120-10-10-10。中央事務所よりお知らせとお願いです。あなたの財布に入っているクレジットカード。そのクレジットカードから現金が返金されるかもしれないことを知っていましたか？なぜなら、カードのお支払い時に利息を払いすぎているからなんです。中央事務所に電話をすれば、あなたに現金がいくら戻るのか、無料で確認できます。代表は法務大臣認定司法書士の田中修平。毎月2万人以上の方にお電話いただいています。対象のカード会社は100社以上。あなたの使っていたクレジットカードから現金がいくら戻るのか、今すぐご確認ください。お電話は0120-10-10-10-10-10-10。はい、どちらのカードをお調べしますか？紫のカードだったかしら。こんなんで調べられる？はい、大丈夫ですよ。ここで日本放送交通情報です。日本道路交通情報センターの和田さん、お願いします。はい、お伝えします。神奈川県の保土ヶ谷バイパスの狩場方面へ向かう上りは、南本宿インター付近で事故のため5キロの渋滞です。下りは南本宿インター付近に止まっていた故障車は移動しましたが、2キロ渋滞しています。首都高速道路は3号線の上りの渋谷の出口が乗用車4台の事故のため現在利用できなくなっています。中央環状線の外回りは西池袋にトレーラーが故障して止まっているため5キロの渋滞です。内回りは小菅ジャンクションで事故のため1キロ渋滞しています。関東地方の高速道路に渋滞しているところはありません。日本道路交通情報センターの和田がお伝えしました。和田さん、ありがとうございました。次の日本放送交通情報は2時25分ごろお届けします。はい、ここで中央事務所よりお知らせです。現在キャッシングやカードローン経験者を対象に現金が返金されています。例えば4万円程度でもお借り入れを繰り返すと27万円を受け取れる可能性があります。あなたが受け取れるのかは電話で確認できます。受け取れるかの確認に費用はいただきません。周りの方に知られることもないし、しつこい営業電話もありません。代表は法務大臣認定司法書士の田中修平。無料の確認ダイヤル0120-10-10-10-10-10-10であなたが受け取れるかご確認ください。あなたとハッピー、柿原忠史です。熊谷美穂です。明日は新潮社、中瀬ゆかりさん登場。遠藤さゆみさんの話題のミステリー小説、相談に悪役は似合わないをご紹介。さらに中瀬さんの大好物、 2.5 次元舞台で活躍のイケメン俳優上田寛大さんをお迎えします。ハッピーは明日も朝8時。This program is specially designed to make you laugh shamelessly in the middle of the day. ナイツの土屋です。花輪です。Hosted by Nights from Monday to Thursday, Nights, the radio show.
この時間はこちらのコーナーをお届けします。ニュースター発掘しましょう。このコーナーは有名無名問わずいろんな芸人さんの名前が飛び交う水曜日らしく、世間ではまだ知られてないけど面白い芸人さんを紹介して、この番組から未来のスターを発掘しようというコーナーです。久しぶりに芸人さんのネタを見ていこうと思います、はい、スタジオの我々は動画で、リスナーの皆さんは耳でお楽しみください。後ほど番組 X に動画をアップするのでぜひご覧ください。そしてこのコーナーでは芸人さんの思い出の劇場も伺い、劇場にまつわるお話もお届けしていこうと思います、はい、さあそれでは早速ネタです。こちらの方です、どうぞ。人力車の孤高の若手ピン芸人、奈良原。昨日さ、なんか業界関係者の人と飲み会行ってきて、なんかプロデューサーさん、作家さんとかいたんだけど、なんか奈良原もこういうの仕事につながるからたくさん飲みやみたいに言われてさ、しんどくて無理やり飲まされてさ、もう全然もうこんなの仕事につながるわけないじゃんと思いながらさ、もう本当にずっと辛くて、マネージャーからお疲れ様です奈良原さん、テレビ収録の方入りました。テレビ、え、昨日のこれ飲み会のおかげかな、これ行ってよかった、これ BS149 チャンネル清浦春樹のここがいいよね日本、午前3時50分から午前3時55分放送、5分番組、割に合ってないな。え、 BS149 チャンネル、149チャンネル、清浦春樹のここがいいよね日本、清浦春樹って誰だよこれ、お前が日本を語るなよ。午前3時50分から午前3時55分、朝、めっちゃ夜じゃんこれ、もうもはや。やっぱり仕事はちゃんともらうべきだな。座ってね、ちょっとね、すごいよね、うん、劇場の客席に座って、新しいね、なんかね、これ中野 V スタですね。あ、そう、あ、さすがですね、さすが専門家が分かった、うん、ね、うん、一人ねコントで、うん、人力車の5年目の、ね、24歳です、うん、奈良原、うん、このなんか洗剤も、うん、あれだよ、洗剤の下のこれ何なんですかね、このなんか公園の草むらみたいなところで撮ってる写真、写真集、ファースト写真集か、チャーミング、モテたくて、うん、彼女が欲しくて写真集を自費10版したんですけど、うん、全く売れませんって、うん、写真集のこの表紙、これこれ写真集なんだ、せめて襟とかもうちょっとちゃんとやってほしいよね。俺なんかこういうのダメだと思わない、思わない、なんかあんのかな、ね、これ理由があんのかな、これ名言の阿部くんみたいな感じですかね。ああ、まだ阿部くんさ、もうちょっとカチッとしてるじゃん。あ、そっかそっか。奈良原はなんかもう、自主制作のね、写真集っていう意味ではね。ネタの V に関してはもう坊主ですもんね。全然違うんだよ。まだね、なんか、あれだしね。ねえ、うん、こちらがね、思い出の劇場とエピソード、下北スラッシュ、うんうん、プロの芸人になるか迷っていた高校生の時、当時同級生と組んでたコンビで初めてプロの舞台に立ったのが下北スラッシュという劇場でした。そこで初めて売れてない芸人の現実を知りました。出たライブは誰でも参加できるバトルライブで、うん、僕ら以外プロの芸人40組ぐらい参加している中、うん、僕らのコンビは25位でした。高校生の自分たちより面白くない芸人が15組もいるならプロでもやっていけるかもと勇気づけられて、高校卒業後人力車に入り芸人になりました。すごい。モテるためだけに芸人始めたので、さっさと芸能人の女性と付き合って芸人辞めたいです。すごいね、もうなんだこいつ、気分が悪くなってくる。読んだこいつは。こいつの知ってる、うん、特技。特技？高身長を生かしたバッグハグって。モテたいから、料理と。ガーデニングとか書いてる。もう100そこに振り切ってんだ。178ってさ。そんなに高身長でもない。まあ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 、そうですね。今時。今時ね。うん。高身長を生かしたバッグハグ。こいつなんなの、やっぱり。こいつやばい。あ、こんな痛い子いるんだ。ならない。若手で。ならない。いいね。うん。なかなか、これはちょっと楽しみですね。ね、24歳、うん。ピンだろうなっていう感じの子ですね、この子。S1 グランプリの、ね、うん、ピン芸人候補に上がりそうな子ね。ということで、今週は以上になります。皆さんも好みの劇場見つかるといいですね。ニュースター発掘しましょうでした。
Show。 はい、ここで中央事務所よりお知らせです。現在キャッシングやカードローン経験者を対象に現金が返金されています。例えば4万円程度でもお借り入れを繰り返すと27万円を受け取れる可能性があります。あなたが受け取れるのかは電話で確認できます。受け取れるかの確認に費用はいただきません。周りの方に知られることもないし、しつこい営業電話もありません。代表は法務大臣認定司法書士の田中修平。無料の確認ダイヤル 0120-10-10-10-10-10-10 であなたが受け取れるかご確認ください。日本放送が FM でも聞けるって知ってますか？周波数は FM93MHz。FM ならビルやマンションでも受信しやすく、雑音の少ないクリアな音で聞くことができておすすめです。トライ FM93。ぜひ FM93 で日本放送をお楽しみください。司法書士法人中央事務所から現金が返金されるかもしれないお知らせです。自分には関係ないと思わず1分ほどお時間をください。あなたの財布のクレジットカードから現金が返金される可能性があります。どういうことかというと、キャッシングの返済時、知らないうちに利息を多く払ってしまっていて、それが現金として戻ってくるという話なんです。そんなうまい話あるわけないって思いますよね。でも実はこれ、法律で認められた本当の話なんです。対象のカード会社はなんと100社以上で、普段使っているあの有名ショッピングモールやデパートのカードも対象なんです。他にもスーパー、ネットショッピング、交通系、コンビニ、銀行のカードも対象です。手続きをご依頼いただいた場合、カード会社とのやり取り、難しい手続き、すべて中央事務所に任せることができます。代表は法務大臣認定司法書士の田中修平。まずはあなたが受け取りの対象なのかだけでも試しに電話で確認してみてください。確認後はすぐに電話を切っていただいて構いません。周囲に知られることもなく、しつこい営業電話もありません。クレジットカードをお持ちの方は無料の確認ダイヤル 0120-10-10-10-10-10-10-10-10 にお電話を。続いてハロー神奈川です。神奈川県の情報をお伝えします。日本放送横浜支局、田中さんお願いします。はい、こんにちは。お伝えします、はい、横浜市金沢区の海の公園で1月2日の土曜日、どんど焼きが行われます。海の公園のどんど焼き、今年で29回目。横浜金沢の冬のイベントとしてすっかり定着しています。お正月に使った門松、しめ縄、お守り、浜やだるまなど、みんなで持ち寄って炊き上げます。場所は海の公園の砂浜、どんどが3基建てられます。当日は午前10時から12時までが受付で、午後1時ごろから火入れとなります。お正月飾りと一緒に書き初めや願い事を竹に結びつけて燃やしていきます。今年は小どんどのお団子焼きも復活するということです。ただ500本限定なんですが、久々にお団子焼きも楽しめます。会場では金沢区の魅力いっぱいの金カルを使ったカルタ大会や、木遣り、お囃子、獅子舞、豪華景品が当たるお楽しみ大抽選会も行われます。一年の無病息災を願って、海の公園のどんど焼きに集まってください。20日の土曜日、小雨欠航なんですが、天候によっては翌日の日曜日に順延されます。横浜のスタジオから田中久美子お伝えしました。田中さん、今日のテーマはですね、根拠はないけど断言しますっていう、ちょっと難しいテーマなんですけど、はい、なんかありますか？こう思い込みでいいですよね。もちろんです、はい、お金持ちほどケチかなって、うん、おお、なんかでも分かるような気がする、うんうんうん、ねえ、ね、どうして割り勘なのみたいな気がありますよね。あるかもしれない、はい、なんかね、すいません、
そうですね、ちょっとごめん、一瞬で、ええ、なんか分かんなかったです、すみません。そうでもないなと思っちゃいました。すみません、ありがとうございました。ありがとうございます。ありがとうございました。フォレスタコンサート in 横浜。音大卒メンバーのみで編成されたコーラスグループのコンサートが横浜みなとみらいホールで開催。4月26日金曜日午後1時開場、1時半開演。詳しくは日本放送イベントページへ。時刻は1時50分です。続いて日本放送ニュースです。ニュースデスク森田さんお願いします。はい、お伝えします。6434人が犠牲となった1995年の阪神大震災は、今日発生から29年となりました。兵庫県内の各地では追悼行事が行われ、地震が発生した午前5時46分に合わせて黙祷や祈りが捧げられました。兵庫県西宮市の西宮震災記念碑公園では、1000人以上の犠牲者の名前が刻まれた石碑に、遺族らが見守っていてなどと語りかけ、白いカーネーションを備えました。一方、プロ野球阪神は兵庫県西宮市で合同自主トレーニングを行っている新人の選手や球団の幹部らが犠牲者を悼み、黙祷しました。淡井和夫球団社長は、能登半島地震を受け、できるところは野球をやって被災をされた方に元気が届けられたらいいなと思うと語りました。また林官房長官は今日の記者会見で震災の教訓を継承すると述べました。今回の能登半島地震におきましても政府の初動被災者の生活支援などにこうした阪神大震災も含めた過去の震災の経験、教訓が生かされていると認識をしております。今後とも必要な取り組みを推進するとともに、この震災の経験と教訓をしっかりと、継承して、国民の生命、身体、財産を守り、安心して暮らせる社会の実現に向け、取り組んでまいりたいと考えております。次に、能登半島地震で大きな被害を受けた石川県輪島市の中学生が今日、保護者の元を離れ、およそ100キロ南の白山市の宿泊研修施設への集団避難を始めました。対象は3つの輪島市立中学校すべての生徒およそ400人のうち、希望したおよそ250人です。輪島市は避難期間について、年度末を念頭に置いて最大で2ヶ月程度と見込んでいます。帰宅を希望する生徒が出た場合については柔軟に対応したいとしています。アメリカ中央軍は16日、イエメンのイランより武装組織フーシ派の支配地域で発射準備されていた対艦弾道ミサイル4発を攻撃し破壊したと発表しました。船舶を狙うミサイルとみられます。イスラム組織ハマスに連帯を示すフーシ派は商船への攻撃を繰り返し、アメリカ軍は今月11日以降少なくとも2回にわたりフーシ派の拠点を攻撃していました。おしまいに、大相撲の大関貴景勝が初場所4日目の今日、首の怪我で2週間程度の安静加療を要するという診断書を日本相撲協会に提出し休場しました。貴景勝は場所前から首の不安で調整が遅れていました。休場は去年の名古屋場所以来11回目となります。この時間のニュースは以上です。森田さん、ありがとうございました。リアル脱出ゲーム。オードリーのオールナイトニッポンのリアル脱出ゲームが2ヶ月限定で開催。春日に支配された東京ドームシティからの脱出。おい、リトルトゥース、謎を解いてドームシティを救うこと。死んでもやめんじゃねえぞ。2024年1月18日からスタート、オードリー脱出で検索。
メールいただきました、はい、ラジオネーム下世話な世話好きさんです、はい、私の知り合いに髪もひげも1年に1回しか切らないおじさんがいます、年末に仲間を集めて断髪とひげを剃るイベントを行っています。1年くらいでも髪は肩につくくらい、ひげは鎖骨あたりくらいまで伸びています、日が経つにつれどんどん頭部が煙くじゃらになっていくのを観察するのが私の密かな楽しみになっています。面白いことやってますね、年に1回、年に1回、行事にしてるんですね。やってんだ。どれくらい切るのかな、もう坊主とかにしちゃうのかな、やっぱ年に1回だからね。そうだよね、そうかもしれないですね。ね、いい感じにするのかな、年末か、年末に切るんだ。やっぱお正月はさっぱりしてるんだね。ああ、そういう、だから綺麗にして正月迎えたいっていうことなのかな。そうだね、年末もね、理容室は大体混むからね。そうだよね、めちゃくちゃ混むって言ってたな、確かに。そうそうそう、ひげってそんな伸びんの、鎖骨ぐらいまで1年でね。そうですね、伸びるんだって。何のためかは全然わかんないけど、何なのね。ひげ、は伸ばしたことありますか、ひげ。ヒゲはだから、ヒゲ伸ばしてたじゃん。そう、コロナの時とかはちょっと伸ばしたけど、でもそんな、叱られたんですもんね、師匠に。師匠に？師匠に叱られたんですよ。違う、先輩です。先輩か、普通に。先輩さ、叱られた。えぐみさんに、えぐみさんになんか、ヒゲ伸ばしたの。つっちゃいの、似合わないって言われて。やっぱり、俺たちのね、やっぱりこう、やっぱ兄弟子みたいなもんだから。そうそうそう。それ、めぐみさんに言われちゃったら、そう、確かに。いくつになってもね、そうやって言ってくれる人がいるのは助かるけど。似合わないっていうのは、またちょっと別にね、いいじゃんって感じ。好みの問題だと思いますけどね。ロシアンブルコさんです。マッハスピード剛速球の顔が四角い坂巻さん。スポーツが得意なのは分かりませんが、特技がハーモニカだそうですよ。ハーモニカ知らなかったの？知らない。坂巻と一緒に知らないです。大事でしょ、やっぱりハーモニカは大事。介護する時も、ああ、まあ音楽とかね、夏メロとか確かにやってるのかな。青い山脈とかみんなでさ歌ったりするんだから、ハーモニカ。そうなの？大事でしょ、それは。ハーモニカ知らなかったです。長渕剛さん好きなのかね。ん？中渕剛さんとか好きなのかな。ああ、そういうので言えばハーモニカやる人もいるかもしれないけど。そう、普通ギターだよね。ギター先だよね。ああ、そうか。ハーモニカだけこの両手で持ってっていう、あんま中渕剛さんはいないかもしれないけど。そうですね。だってなっちゃん仲いいさ、青木マッチョもなんかいろんな楽器弾くじゃん。いや、めちゃくちゃあります。ドラムもめっちゃ叩けるし、ピアノも弾けるし。そういうのもいけるんだ。あとカリンバでしょ。カリンバってなんかね、そうそう、やってもらったけど。カホンね。カホン、ペルーの楽器。あと何があったかな、あとオタマトーン、オタマトーン、あと なんかいっぱいあったな。あと笛、縦笛のなんか音が鳴るものが好きなんだね。好きなのかな。細野晴臣さんと同じだね。やっぱり結局楽器が好きなんで、細野さんってやっぱ音が出るものが、この前細野さんラジオ聞いてたら、なんつうかな、もう すごいこと言いすぎて、なんか、結局、宇宙には空気が流れてて、その空気とのこの相性で音が鳴ってるから、地球が生み出す音っていうのがもう何でも楽しいよねって言ったら、もうすごい息まで行くなと思って。何すごい、だすごいでしょ。宇宙は音がないからね、空気がないから音がない、うん、で地球だからこういう音が鳴るんだっていうのがもう楽しいよねって。すごい、そういう息にいっちゃうんだ。そういう息で、まあ、細野晴臣さんはその息まで行ってんだよ。青木マッチョ行ってねえだろ。え、ニアリイコール行ってねえだろ絶対。ああ、細野青木、え、やば。そんな時に言ってる音楽を達観した人、青木マッチョって名前じゃない。やば、筋肉関係ないしな。まだまだメロ待ちしております。アマゾンフレックスで働いてみて実際どうですか？不在だと配ってなんぼなんですよ。持ち戻ってきてもお金にならないんで、不在だったらダメだし、最低配達が結構大変なんで、安定したり楽なのはアマゾンフレックスですね。まあ、自分でやっぱ出勤日時を決めれる、はい、急な予定が入っちゃっても24時間以内ならキャンセルしても大丈夫ですよってなってるんで。ドライバーさん続々増えてます。アマゾンフレックスは安定した報酬で応援します。委託ドライバー募集中。詳しくはアマゾンフレックスで検索。ベリーベスト法律事務所よりアスベスト石綿を吸い、中皮腫、肺がん、赤面肺、肥満性胸膜飛行と診断された方へ、ご存知ですか？
建設現場や工場でアスベスト石綿を吸い健康被害を受けた方は、国から最大1300万円の救済の可能性があります。労災保険を受けた方、石綿健康被害救済法の給付を受けた方は対象の可能性が高いです。また、対象者が亡くなっている場合は、遺族の方が対象です。まずは、あなたがいくらもらえるのか無料でご確認を。お電話は 0120-70-7000 番、70-7000 番、第一東京弁護士会所属、ベリーベスト弁護士法人。ザ・ラジオショー、2時です。時刻はお昼の2時になりました。改めましてナイツの土屋信之です。花輪信之です。メイプル超合金の安藤夏です。2時のお天気です、うん、なっちゃんお願いします。はい、2時のお天気をお伝えします。有楽町日本放送の屋上の温度計は 9.8 度、湿度 31%。 東京地方今日の天気は晴れ、関東は午後も青空が広がり、風も穏やかでしょう。最高気温は12度前後のところが多い見込みです。昨日より高く、日差しにぬくもりが感じられそうです。空気が乾燥した状態が続きますので、火の取り扱いには十分注意してください。ライスペーパーで包めば何でも保湿できます。以上、2時の天気をお伝えしました。ライスペーパーで保湿しないでしょ。え、しますよ。嘘断言してる。嘘でしょ。断言するからな。しますよ。ライスペーパーで、はい、うん、します。だってもう吸ってくから、あの水分を吸っちゃうとダメでしょ。その肌の水分の吸ってるから、うん、それを顔にパックみたいにすれば保湿できます、うんうん、パックとして使えちゃうってこと。ライスペーパー、はい、でお腹すけば食べればいいし。あ、パックで保湿した後、はい、食べちゃう話をなんかもう、はい、SDGs のようなSDGs の寒かったもんな。本当寒かった。風強かったですよね、はい、すごく。もうね、冷えますんでね、はい、気をつけましょう、はい、テーマのメールですね、はい、綿貫さんですね、うん、断言します、うん、虫が苦手なおじいちゃんは存在しない。すごい。そうか、あ、確かに。おじいちゃんはまあ大体 OK か。確かに。うっとか言う人いないもんね。静雄さんは、静雄さん、あ、もう全然全然余裕、うん、余裕。苦手なもんあるんですか、静雄さんって。あ、静雄さん苦手なものないよ、ね、みたいな。え、あ、みたいな、びっくりするような。いや、ないと思う。あ、いや、じゃあすごいね。やっぱそうかもしれない、うん、おじいちゃんになったらもう虫は、そうかもね。あ、まあ、そのだからパソコンとかそういうの使えないっていうことはもちろんあるけど、まあそうだね、そういうことじゃなくてだよね。あ、すごい、聞いたことないかも。苦手な人、どの世代からもう虫が苦手になってくるのかね。そう考えると、あ、虫苦手なおじさんもいるでしょ、ギリギリ。どうだって、おじさんももういないから。まあでもあんまりでも聞かないですよね。聞かないか。子供の頃に触ってたからでしょ、うん、それの違いでしょ。まあそういうことだよね。途中で苦手になる時期ないですか。自分カマキリと一緒に生活してたじゃないですか。でも途中からダメになった時期あったんですもん。カマキリ今はちょっと大丈夫になってきたんですけど、なんかダメな時期っていうのないですもん。そう、怖いよ。俺もカマキリ今怖かった、この前。背中に乗っかられた時、うん、すっごい生きた落ちなかった。カマキリが乗っかったんですか。乗っかった。え、カマキリって分かる。あの、その九州男児と一緒にちょっと草むらで作業してたら、はいはい、もうこのカマキリが乗っちゃってきて、だからおじさんでは全然苦手な人いるんで、おじいちゃんは大丈夫。おじいちゃんだ、大丈夫になる年齢があるんじゃないですか。なるのか。え、おじいちゃんって頭にカマキリ乗ったら嫌じゃない。なんか、いるなぁ。ゴキブリとかおじいちゃんとか、おじいちゃんとかなる。大丈夫。そういうもんだって、ね、そういうのも嫌だっていうおじいちゃんいないもん。見たことないもん。確かに。そうなんだよ、これ。根拠はないですけど。ああ、そう、うん。うん。なんか、60ぐらいになったら、目がさ、もう次元が変わって虫が見えなくなるってことない。そんなことは。次元が変わるとかない。次元っていうか、うん。なんか老眼にそういうのない。落ち着いたりするんじゃないですか。なんか虫に対しての、うん、まあ生命同じ仲間だしみたいなっていう、丸くなってくるのかな。これ、ね、で出てけ出てけみたいな。これぐらい断言してもらっていいですよ、今日はね。というテーマで。なるほどな。はい、まだまだメール募集しております。うん、はい、さあ CM の後はジャングルポケット登場です。お聞きの番組は FM 93、AM 1242、ラジオで聞いても。ラジコで聞いても日本放送です。
相続税の申告を後回ししている方へご注意ください。申告期限が過ぎると特典が受けられないことがあります。まずは無料であなたの相続税をご確認ください。お電話は 0120-400-800-400-800 東京税理士会所属税理士法人48ザ・イエローモンキー1月1日およそ4年ぶりに新曲ホテルニュートリノをリリース。さらに4月27日土曜日には東京ドーム公演が開催決定。チケットは現在セブンイレブンチケット先行受付中。受付期間は1月23日火曜日まで。詳細はザ・イエローモンキーのホームページをチェック。お聞きの番組は FM93 AM1242ラジオで聞いてもラジコで聞いても日本放送です。月曜日から木曜日はナイツ、金曜日は中川家、土曜日はサンドイッチマン。クレジットカードキャッシングの過払い金はもう時効で取り戻せないと思っていませんか？実は時効でも返金に応じるカード会社が何社もあるんです。あなたの過払い金も間に合うかも。無料でご確認を。0120-10-10-10-10-10-10の中央事務所へ。代表は法務大臣認定司法書士の田中修平。 Welcome to the radio show. Guest show. Let's get started.さあ、2時台最初はザ・ゲストショー。本日のゲスト、こちらの皆さんです。どうも、ジャングルポケット太田です。おたけです。斉藤です。よろしくお願いします。お願いします。3人揃って、ありがとうございます。ありがとうございます。やっと来れました、はい、私も。そうなんですよ、はい、前回ね、2021年、うん、はい、3年前に、はい、なんか仕事入っちゃった。いや、あ、なんだっけ、なんか太田さんと大竹さんで来てくれました。そうですよね。ラジオみたいなの全部 NG にしてるね。なわけないでしょ。すいません、ちょっとね、結構嘘つくんだよ。もうちょっと後ですよ。ちょっと後はそれは徳川の NG が出た。いいですよ、冒頭でいじりすぎです。後輩を30秒後輩ドッキリに仕掛けて。お前だよ、それ。お前アナウンサーですね。なんでそれ分かんなくなっちゃうの。いや、本当なんかたまたま仕事がなんかかぶっちゃって、はい、それで、ね、はい、なんか3人でお会いいただいたみたいなんですけど、すいません。大丈夫、あの無呼吸症候群大丈夫。よく見てますね。今なんとか大丈夫です。あの、そうですね、あの少し体重がいろいろあって痩せることがありまして、そこから呼吸の方も、うん、あの寝方とか変えてったら、無呼吸症候群、あのCPAPをつけなくても大丈夫です。結構大変でした。あれつけると結構こうすよ、なんでつける人って、ね、うん、だから芸人さんでもプラスマイナスの岩橋さんとか、モグラとかもつけたりしてたんですけど、モデルじゃねえ。そこまで、そこまで太った一回。いや、そういうことじゃなくて、やっぱりなんか睡眠というか、うん、普通に、まあ、無呼吸で、だから55秒ぐらい続いちゃったりとか。すいません、ちょっとうちのサイト、太ってるいじりが NG なんて、あんまりダメなんですか。太ってダメなの。全然いいんですよ。そんな太ってたのって言われて、いや、そんな実は太ってたんですでいいんですけど、いや、そういうわけじゃないんですって。ごめんなさい。何のあれが。使いたくなるから、初めて聞いて。俺を使いにくさせたいんですよ。使いにくくさせようとしてんの。全然そんな意地にしてもらっていいですから。これはなんか、これは結構ガチで。ラジオも断るわ。全然断ってないですよ。断ってないです。僕は全て悪くて。太ってる NG。太ってる NG とかないのよ。太ってる NG ダメなんだ。太ってる先生、大田がいろんなところで言うんですよ。太ってる NG。言い方なんですよ。言い方。ぽっちゃりならいいんですよ。ぽっちゃりって言い方も OK なんですけど。全然いいんですよ。いじってもらっていいんですけども。なんか二人がちょっとなんか僕がそういう、まあ、格好つけるだけじゃないですけど、うん、そういうのをなんかいじってくるんですよ。例えば、髪型とかこの髪型じゃないですか。でも前髪下ろしただけでなんか格好つけようとしてるみたい。別に二人は自由な髪型してるのに、俺はこの髪型にしろみたいな感じで。いや、それは、もう結構前の話になるんですけど、競馬番組やるじゃないですか。よく見てらっしゃる。はいはいはい。テレビ東京で。見てますよ。時に、急になんか髪の毛下ろし出したんですよ。で、前の髪型ってもうちょいこう、なんかこう、前がこう、上がってて。ちょっとリーゼントっぽい。そうそう。あれが結構トレードマークで、いいのかなと思ったらなんか、いや、競馬番組だから、ああいうふざけた髪型できないって言ってきて、なんか下ろさなきゃいけないって局に言われたっていう。そんなことないでしょ。局には言われてないよ。違う、そういう風な、髪を立てて、MC やってんのに、もう少しちゃんとした髪型をした方がいいよって言われたんですよ、僕が。すいません、ちょっと髪型の話は、ちょっと。これもダメか。ほんと、これもダメ。僕、なんでもいいです。なんでも、それ以外大丈夫です。僕、なんでも大丈夫です。
何でも大丈夫です。そしたら、え、いいんだろうなぁ。今、流行ってるキャップの話とかでいい、はい、キャップで今、ファーがついてるキャップとか、そういうのは。あ、それは大丈夫です。それは大丈夫です。ジップで見たから。ジップで見てますね。ジップで見た。何を見てますよ。何を見てますか。何を見てますか。見てなかったら分かんない。朝5時50分から始まってますよ。よく早起きなんですね。流行ってるらしい、今。ベースボールキャップにファーがついてて。耳が寒いでしょ。よく見てる。あれが流行ってるらしい。それは OK。大丈夫、大丈夫。僕、本当何でも大丈夫。なんで本当にもう NG とかない。2人がなんかちょっとそういうことに敏感でなんかカッコつけようとしてるよねとか、なんか2人はだって自由ですよ、何やっても。いや別に僕らはだって俺だってなんかキャラつけろって1年目からもう髪型だってセットされた。いやでも今はもうそんなことないよ、全然自由でいいと思うよそれは。今はそうだよね。でも太田君もなんか粗品が奥さんなんかいじられたの話とか、すいません、あの話は NG だね。NG、あれ、あれ、いいだろ、奥さんがいじられた話、NG。NG です。多いな。ごめんなさい。NG 多いな、俺。NG が多い。そしたらやった？そしたらやった？そしたらやった？閉めた？やっちゃった。閉めようとした。やってないです。やってないです。やってないですけど、その時の話も、その後日談も NG なんで。一番怖いです。奥さんが面白い。いじられ芸人の嫁がみたいな感じでいじってるんですね。ニュースにもなって。知ってますね。小田で結構意外に落ち込んでちょっとそういう意味ダメなんですよ。後輩がバカにしてる話とか意外にダメなんですよ。やっぱ NG 多いな。常に真面目な後輩に好かれてるっていうイメージがね。ちょっとダメなんですよ。難しいな、やっぱ。すいません、いろいろあるんですよね。ホンジャーストリートなくなったのも NG。いやいやいや、ありますよ。実家の。いやいや、ストリートはありますし。月島大丈夫ですよ。いや、雑すぎません、月島大丈夫は。月島大丈夫ですよ。盛り上がってますよ。月島 NG ってないんだ。月島 NG って意味わかんないと思う。言いたい方なんで。それ僕ら基本的にはおたけに話振るの NG。何も話せないだろ。全然ダメじゃん。何にも話せないだろ。全然読んだ意味ないじゃん。やっぱりコントについてじゃ話して。今コントについて語るんで。それが一番恥ずかしいです。そんな語るようなタイプでもない。要するにジムのトレーナーなんでしょ。クリスタルがね、やってまして。野田クリスタルさんがいつの間にかマッチョ芸人に、おたけもなって。まあちょっとで、野田さんのジムで僕も週に1回、隔週なんですけど、で、この間、まあそれこそお二人、来てくれて。そうですよね。ほら、夏さんも付き合ってるからね。付き合ってるからね。付き合ってるんですか？付き合ってるんですか？ジムの時だけ。でも確かに仲良く結構やっぱね、トレーニングされてたりしますし。そうそうそう。で、そこで僕がおたけ先生から聞いたアドバイスで、その食事のアドバイスで、お弁当からタンパク質は取れないっていう。そんなことない。そんなわけないでしょ。これが俺どうしてもやっぱ引っかかるんで。めちゃくちゃ嘘つくんだ。いやでも俺もそう。なんでお弁当だって、それは生徒なんだから、嘘はダメじゃん。いやいやいや、お弁当からタンパク質は取れないっていうことですよ。とんでもない極論。大竹先生が。そういうこと簡単に言う。ちくわぐらいしか取れない。ちくわぐらい。ちくわぐらいからしか。お肉もあるでしょ、お弁当。だってコンビニとかで売ってるそれこそ、お弁当は表記でタンパク質ってのもありだからさ。いや、まあ多少やっぱり僕らのお仕事で出てくるお弁当ってちょっといいのあるじゃないですか。そしたらやっぱり、なんとなくね、具も多いんで、多少は取れたりするのかもしれないですけど、やっぱり普通のやっぱり、いろんなお弁当屋さんのやつはもうほぼもう、皆無。そんなことタンパク質は。そうだよ。本当に魚のお弁当だってあるし。全く共感できない。本当にもうひどいですよ。いや、だから分かんなく、仕組みが分かんなくて、そのなんか一回冷めたらダメなのかとか、いや、そんなことないですよ。なんかお弁当箱に入れた時になんか溶けるのとか、なんかタンパク質溶けちゃうのかなとか。確かに、分かんなくてずっと悩んでたんですよ。筋トレ界っていうかトレーニング界って結構確かにそういういろんな根拠のないとか、その時のトレンドの、実はこれがいいとか、食べ物も、ザ・ロックが食べてるものがやっぱり今はこれだみたいなので、プロレスラーね。はい、プロレスラーで、めっちゃ流行ったりとかあるんですけど、お弁当でその、タンパク質取れないはもう一度も聞いたことないです。お弁当というもので言わさせていただくんで、ちょっとまあこれはあれかもしれないですけど、まあ例えばいろいろまあ確かに唐揚げとか、もうそうです。ただお魚も入ってますけど、普通の唐揚げとお弁当の唐揚げって違くて、お弁当の唐揚げって、
8割衣なんですよ。そんなことない。肉ちっちゃくないですか？いやいやいや。肉、鮭は。鮭は。鮭ってほぼ皮じゃないですか。身がないんですよ。お母さん作ってくれたお弁当、どんなやつなんですか？どこもそうなんですよ。ほぼ衣だし。ほぼ弁当食ってる。ほぼ話になってきた。だから本当に申し訳ない。もう今繁盛してるから、お前もう今どうでもいいから。それは喋るんですよ。これはタンパク質の話はでも本当、でも意外とまあお弁当取り、まあちょっと達しますよね、でも、トレーニング。で、意外と、本気でトレーニングされてたからびっくりしちゃって。そうなんですか、ちゃんとやって。もう本当に、ちょこっとこう、ダイエット目的でやる方ってやっぱ多いじゃないですか。だけど本当に体をでかくしたいっていう考え方だったんで、もう言うならば、まあ、大会とかも目指す。え？あ、そうなんですか？大会はちょっと無理だと思うけど。フィジークみたいなこと。でもどうせならそれぐらいまで気持ちは、ある。いや、違うって言ってるじゃん。なんこれはね、ポスト松本先生。見なさいよ、ほんとに。出ちゃってるので、ちょっと、見なさいに取れて。ごめんなさい、ちょっと。ちょっと、ちょっと。筋肉求めてるわけじゃないから、別にそこも。でも、大会とか出てみるときです。僕もボディビルの大会出たことあるんで。あんと、僕も鍛えてたんで。僕も本当に春日さんと一緒にボディビルの大会出たんで。はい。なんで今こんなデブに。大会の結果。デブイジ、イニジ。大会の結果。デブ意識ちょっとあれなんで、こっちは言ってくださいね。ちょっとデブはちょっとごめんなさい。はい、うまくいかせないんで。大会自体僕ほんと初めて見たんですけど、芸能人がそういう挑戦する系のやつって、まあ、大会の結果で優勝できる、できないみたいなのもあるじゃないですか。2.5 キロオーバーで失格だったんですよ。初めてらしい。出れなかった。初めてらしい。そういう企画で。はい、出れなかった。それなのに、しゃべりきれなかった。こいつ膝から崩れ落ちて泣いてるんですけど、その時 2.5 キロオーバーってことは、家出る時3キロちょっとオーバーしてるんですよ。だからもう、よく泣けさなんだよ。どう泣こうかっていうだけ、はい。まあ、芝居の勉強してたんで、そこら辺はうまく流せるかなっていうのは、ちゃんとできました。そうそうそう。芝居やってたんですよ。芝居です。だから、太田の奥さんはそれを見てすごい涙を流したって、感動したって言ってるんですよ。うちの奥さん泣いてましたけど。そうそう。だから、それを聞いただけで。泣かすのは簡単だもんね。やめてください。泣かせるのは。やっぱ、いろんな女を泣かすのは得意ですから。やめてください。すいません、なんかね。すいません、そう、NG 多いですし。タンパク質のことは理解してるんでしょ？もうそもそもが。知ってます、知ってます。だから、それは。タンパク質何？何？タンパク質栄養です。栄養じゃないです。栄養ロケ弁とかはちょっと脂質を過剰に摂取しちゃうからあんまり良くないみたいなのがあるんですけど、ただ言い方間違える人間違いすぎてる、その弁当にタンパク質はないわ、今ちょっとおかしい、これがあった方がいいですよってことを言いたかった、言いたかったんですけど、まあ結構極端な言い方しちゃうんですよね。生徒だから。そうなんですか。知らないの、筋肉のこと。だから情報欲しいけど、先生だから、ちょっともっと教えてほしい。金払ってんだよ。そうですよ。嘘はやめて。しかも、お金もすごいですよね。すごい。いやいやいや、ですけど、やっぱふわっとした情報のなんとなくよりも、もう極限の方がいいと思うんですよ。だから食べるなって言うことを伝えたいから、もうあんなものはタンパク質ないから食べるなよ。あんなものはとかって美味しいと思うんですけども。なんでお前急に俺が悪者になるみたいな。美味しいんですけども。お前いい加減にしろよ、栄養を取ってほしかったの。俺が出した船だけお前悪者にするなよ、お前。いや、お弁当美味しいよ。どういうつもりで喋ってんだよ、もんじゃタンパク質なんだ、もんじゃ。もんじゃタンパク質なんだ。ゼロです。ゼロです。もんじゃゼロです。もんじゃタンパク質じゃないです。本当に栄養がゼロなんです。僕、この間、おたけの家でもんじゃ食べてて初めて気づいたんですけど、食べてる途中からお腹減ってくるんですよ。終わる。そうです。栄養がないから、やっぱ水分栄養ないから。はい。そっか。どんどんお腹空いてくるんですよ。終わらないじゃないですか。終わらないです。全然。で、それ1枚1500円とかあるんで。だから実際にその材料買うの1枚100円くらいで買えるんだよな。まあ、それ NG で。その話だけ NG で。玄関の話。玄関の話だけ NG で。本当に NG のやつ出しちゃダメなの。いつだったらわかるんだよ、交流路お前。
まだちょっとお笑いの勉強中で。勉強中で。17年目長いな、勉強。焼きそばとかね、お好み焼きとか食べてお腹いっぱいになる。そう、ね。まあまあ最後ご飯を食べてみたいな。ね、はい。大体もんじゃったらそう栄養とかじゃなくてみんな飽きてやめるだけ。食べ飽きてるだけなんだよ。お酒は言わない方がいい。飽きちゃうんすよ、みんな。途中で。もういいや。でも本当にね、一番おすすめのメニューなのやっぱもんじゃ、何もんじゃみたいなのあるの？そのお店ですか？店で一番マグロステーキ。おもんじゃじゃないです。もんじゃじゃないんです。MJ と一緒じゃん、もう。おたけ、決まったんじゃないんで、振りが。ナイスパスじゃないんだ。だから最近あの3人の掛け合いがいいねってよく言われます、ね。そんなこと言われたことない。言われたことない。言われたことない。3人の掛け合い。トークライブとかやってんすか、3人の。トークライブでも月1回幕張でライブはやってるんですよ。ジャングルポケットだけでライブやってる。ジャングルポケット。あ、後輩とかを呼んで、はい、僕らが一応なんか幕張でなんかやるライブみたいな。イベントやってる。そうです、はい。で、結構ね、昔はチョコプラとかも、毎月一緒にやってたんですけども、はい、売れてからも出れなくなっちゃって。チョコプラはもう後輩だから。え、先輩です、先輩なんですよ。あ、チョコプラは先輩です。今はもう後輩でやってるんですけど、ね、うん、はい、後輩やってます。鬼越トマホーク。なんかいいメンバーで。鬼越トマホーク。あとネルソンズ。ネルソンズ。あとスパイクっていう。スパイクって。ザ・ダブリュー決勝行った。あの、松浦さんってなんか面白いんでしょ、あの人が。ちょっと面白いってるっていうのは、昨日その山崎圭ちゃんが、そうそうそう、はい、松浦さん仲良し。多分、花輪さんとかめっちゃ合いそうな。なんか文句ばっかり言ってるんでしょ、そうですね。悪口中。四六時中怒ってますね。はい。そうなんだ。四六時中怒ってます。ほんでもう、お酒が好きなんで、うん、昔よく僕、うん、チョコプラの松尾さんとシソの二郎さんと一緒に住んでたんですけど、うん、そことかにももうよく来てこう一緒に飲んだりしてたんですけど、うん、もう大体最後はみんなで土下座して頼むから帰ってくれって。もう、松浦さん、もう本当に、もうこれ以上もう悪口も全部聞いたし、もう頼むから帰ってくれって。先輩たちがもう、みんなで土下座して帰ってもらうぐらいの。あんま知らないよね、俺たちも知らない。そうですね。でも、それこそこの間のザ・ W の後の打ち上げ配信みたいな時とか もう結構無双で、あいつがもう、いろんなところで悪口言ってみたいな。まだそんなに知られてない。確かに、キャラクターは面白いと思うんですよ。テレビとか出るようになって。先輩、誰にでも、いけるんで、ね、うん、だからオセロのなんか松島さんのポジションで、はいはいはい、もう何年かしたらなってるかもしれない。全然あると思います。跳ねる可能性は十分あると思います。ずっと勝ってる。そういう人たちがいっぱいいるわけだもんね。そのトークライブしてたら分かるんだもんね。あ、そうです、そうです。うちらの幕張ライブは本当におすすめです。ぜひ、本当に。うん、いや、まあ、それは自信持って一応。トークもやって、ネタもやって、コーナーも結構子供たちも喜んでるよな。まあ、子供さんもいるんですよ。イオンなの。自賛だね。自画自賛。イオンホールにある。はい、もう自画自賛ですね。でもあんまりその、うんうん、子供も来て喜んでるっていうのをストロングポイントにしてるじゃないですか。コアのお笑いファンはあんま見に来ないから、ね、か結構ジェスチャーゲームとかやるジェスチャーゲームたまにありますよね。ジェスチャーゲーム結構盛り上がるよね。舞台上にお客さんが1万回ぐらいやってます。やってます。子供人気もあるから。あのなんだっけ、あの、うん、人狼みたいのをさ、一時期吉本みんなやってます。あ、やってます。今でもやってます。今でもやってる。滑ろうっていう大喜利を。あの、河本さんが MC。河本さんのね。で、結構他事務所の人もゲストで。出たりとかして、あらかじめその滑るお題を聞かされて書いてるのは誰かっていうのを当てるその人狼のオーリーバードみたいな、はい、やってます、ゲームのやつとかもすごいよね。いつも企画力すごいですね。だってライブも毎回満席立ち見まで出るんで、すごい、ね、ネタとかやんなくたっていいんだね。いや、でもネタは僕大事だと思います。この前改めて野球のあのジュゲムのネタをナイツさんのやつ、俺ずっと見たんですけど。やったしね。俺ね、やっぱりこの人たちは売れるなと思いましたよ。めちゃめちゃ相当レベルが俺を。あのさ、M1 の審査やってんだよ。いや、そうなんだけど、審査は本当に売れるなじゃないんだよ。本当にそうなんだよ。だって漫才を何度も見るってネタ分かってんのよ。見た方がいい、これは。本当に。そのお前の太鼓判なんて今更何の意味もない。そうですか、俺がいろんな人から認められ切った上で今の M1 の審査やってんのよ。もしかするとどっかで自信なくすこともあるかもしれないから、この言葉を思い出してもらえないその時は斎藤のことを元気なんですよ、本当に思い出してた、思い出した。そうだからあれは、あの野球を知らない人でも、うん、なんかナイツのその土屋さんのこのちょっとしたツッコミによって、うん、知らない人でもなんか、うん、まるで自分が知ったかのような錯覚に落ちる。浅いんだよお前のところは。あ、そうなの。浅いんだよ。あ、そうか、そう。令和ロマンどうした。令和ロマン面白い。あれ結構頑張って、今年結構頑張って、俺今年来ると思うな。令和ロマン今年来ると思う。俺は予想ですけど今年結構来ると思う。浅いな。令和ロマン俺今年は来ると思います。ピンときました。上積みも上積みだよお前。ユマみたいな考察してお前。ユマは考察してクラゲ。クラゲもね、でも決勝行ったし結構頑張れると思う。そうですね。あと僕ね、あとヤーレンさんも意外に来るんじゃないかなって準優勝したからね。ちょっと CM 交通情報の後もジャングルポケットをお付き合いいただきます。日本放送
クレジットカード、キャッシングの過払い金はもう時効で取り戻せないと思っていませんか？実は時効でも返金に応じるカード会社が何社もあるんです。あなたの過払い金も間に合うかも。無料でご確認を。0120-10-10-10-10-10-10の中央事務所へ。代表は法務大臣認定司法書士の田中修平。続いて日本放送交通情報です。日本道路交通情報センターの佐々木さん、お願いします。はい。首都高速道路の状況です。中央環状線の外回りは、西池袋に止まっていた故障車は移動しましたが、西新宿ジャンクションまで5キロの渋滞です。東名高速道路をはじめ、中央道など関東地方の高速道路は順調に流れています。一般道路の状況です。神奈川県の国道16号線の八王子市方面向かう下りは、相模原市中央区南橋本1丁目で作業のため1キロ半の渋滞です。埼玉県の国道16号線の川越市方面向かう内回りは、さいたま市西区西大宮1丁目で工事が行われているため1キロ渋滞しています。日本道路交通情報センターの佐々木でした。佐々木さん、ありがとうございました。次の日本放送交通情報は辛坊治郎ズームの中で3時56分頃お届けします。山下健二郎です。山フェス2024開催します。3代目 JSOUL BROTHERS 山下健二郎のゼロベースプレゼンツ山フェス2024サウンドコロシアム、2024年2月12日祝日の月曜日、場所は横浜アリーナ。岩田貴則、エリクレイジーボーイの出演も決定。詳しくはイベント公式ページへ。ナイツ The Radio Show。ゲストはジャングルポケットと3人。今日おたけ楽しそう、はい、今日おたけ楽しそう、はい、ナイツさんのことを認めてるんです、はい、めちゃくちゃ楽しそうです本当に、まあまあまあ、本当に認めてない先輩は全然テンション上がんないんで、人でも同じにした方がいいと思う。いやそうなんですけど、やっぱり仕事分けるんで、やっぱり仕事分けないよ。だって全然違う。今日めちゃくちゃ楽しそうです。誰よ、例えばこの人の時あんまりじゃあ逆に低かった時とかあんの俺。あーロースタイルさんとかあんまり良くないよ。ロースタイルさんそういう時使っちゃダメだよ毎回。そういう時はノンスタイルさんじゃないんだよ。井上さんね、井上さん、便利な名前じゃないんだよ。あのね、異次元の豚バラさん、あの質問というかメールですね、はい、太田さんは個人的にネタを書いてる芸人としては日本で一番フィーチャーされていないと思います。悔しい思いとかありますか？冒頭褒めてくれるのかと思ったら急転直下でそうフィーチャーされてない。そうだ、意外というのがね、意外な。そうだ、太田さんがネタ書いてる、ネタはそうですね、でも本当に全く光は当たらないですね、なんか。そうだやってて、まあ、でも太田が帰ってからもう完全にもうあのキングオブコントとか決勝に行くようになった常連だもん、ね、もう完全に一人書くようになってから僕が邪魔してたみたいなちょっと意見出たんですけど僕が言うところやっぱそういうこと任せたら、はいはいはい、結果出た。そうですそうです。もうじゃあ毎年大変でしょう。もう毎年必ずライブもごとに。そうですね、単独ライブ毎年やって、その、はい、その時はもうずっと一人で考えるんです。もうでももう今はそうなりましたね。一人でやってこう台本渡してネタ合わせしてみたいなスタイルになりましたね。時間がやっぱそれが一番早いですね。家で、まあ家で書きますね。はい。でもなんか奥さんとかね、子供とか、ああ集中できないでしょ。ああまあそうですね、まあでもまあ、まあ、夜深夜にあの、うん、本社行ったりとかもありますけど、その一緒にやるとやっぱあの、うん、おたけがあの、うん、結構その提案の手数が半端じゃなくて、すごいんですよ。こうしたらどうだって、結構それ出してくるアイデアをね、浮かびますね。はい、浮かぶ、はい、ただ浮かんでるだけで本当にその、はい、浮かんでるだけで、浮かんでるだけで提案されると、自分の中の校内予選をせずに僕に提案してくるんで、やっぱもう全部が全部受け入れちゃうとまた作れなくなっちゃう。それもそれでまた全部聞き入れてると大変なんで、一、はい、人で集中した方が、はい、はい、一回100作って、はい、それを二人に渡した時に提案してもらうのが一番いい形で、そうですね。で合わせながら、はい、っていうのが今のジャンルです。完全にそうです。じゃあいい感じだね、うん、だからもうちょい今のそのメール的に言うと、うんうん、世の中にもっとアピールした方がいいってことですね。そうだから、それがもっとネタを書いてるのがフューチャーされてないっていうのですよね。これなんだろう、本当難しいんですよ。で、僕みたいにいわゆるじゃない方芸人でネタ書いてる人もまあいるじゃないですか。で、結構そういうところにスポットが当たるような企画とかもいろいろあったりするじゃないですか。
でそういうところで実は僕がネタ書いてんすよみたいな、うん、ネタ書いてるのに報われなくてみたいなこと言うと、うん、言ったら言ったで、うん、なんかもうそのネタ書いてますアピールうるせえなみたいなことすごい言われたりとか、言われてで黙ってりゃ黙ってりゃその何も言わねえからスポット当たんねえんだよみたいなこと言われて、うん、じゃどうすりゃいいんすか俺確かに確かに、うん、なんかそこの立ち回りがちょっと上手くないんですよね太田がちょっとまだ立ち回り、うん、そこら辺が上手くだから俺と太田ももう少しアピールしてあげないとダメだアピールあー、まあ、結構言ってはいますからね。うちも叩いてますよって言うんですけど、二人がもっと言った方がいい。ただ、例えば今結構いろ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 他の芸人さんにネタ書くパターンとかあるじゃないですか。劇団とかそういうの。ああ、そう。例えば、コントだけじゃなくて、こう、お芝居とか書いたりして、俳優さん、山田孝之さんとか使って、なんかやれば、認めてくれんじゃないかな出てくるわけねえだろ、もう。なんで、あれが全裸監督落としてる。バカリズムさんぐらいまで行っちゃえばいいってことバンドみたいな。お前こんな悲しいツッコミさせるんだよ。わからないじゃない。それがわからないじゃない。なんで俺の企画脚本のやつをお前事務所に送って山田さんがそれ見てこれなら出ようって思うわけねえだろ、お前。あのタイトルだけあげるから、もう。何だよ、タイトルは。もんじゃ大戦争ってやつ。面白そう。面白そう。タイトルあげた。面白そう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 。面白どういうの？たぬき合戦ポンポコみたいなこと？ポンポ一緒です。ポンポ一緒。ポンポ一緒。ポンポ一緒だもんね。どっち原案？原案だよ、お酒。僕がもう一番、お前の原案するんですけど、そんな裏で作ってもらって。本俺が書いて、お前が考えたストーリーを。すごい。ポンポ一緒。で、それ山田孝之さんに当てるの？当てて。でも、お酒もいろんな人から本書いた方がいいんじゃないかって言われて、河本さんとかにも提案されたんですよ。河本さん、河本さんとかに。河本さんとか。おたけってなんか本とか書いて不思議な世界でもあるから突拍子もないことを言うからね。この今日のラジオもそうじゃないですか。よくわかんないこと急に言い出したりとか。そうそうで、ちょっとなんかね、考えたんだね、一つね。いや、だから、井上それこそ、ノンスタイルノンスタイルじゃなくて、自家長の井上さんにも、一回井上で止まっちゃったの、お前。完全に呼び捨てした後に、お前。どっちも先輩だし。名前とさんの間に文章挟んじゃダメなんだよ。お前知らないと思うけど、教えといてやれ。知らないんだ。おたけってこういうハプニングで笑い取ること結構多くて。主語なんですよ、おたけ。解説いいから。なんでさっきからずっと客観的に見てたんですか客観的に二人の人元ストーリーテイラーみたいな感じ。おたけ素晴らしい。一個だけなんか考えたんでしょ、でも。本を作って。一個ちょっとパッてこう浮かんだのありましたね。どういうやつまあちょっと田舎の、話なんですけど、まあ小学生三人の、まあ友達がいましてね。普通と、まあまあ。一人がちょっと太っちょで一人が細い。ずっこけ3人組ってやばいよ。みたいな感じでありまして、まあ夏休みの日に、まあ春夏休みの日に。春夏休みの日に、まあ裏山で遊んでたら、知らないトンネルがあったんですよ。今まで見たことなかった。なんだこのトンネルって言って3人が中に入ってって、真っ暗ですよね。で、わーって見て、向こうから光が差してきて、抜ける。抜けた。逃げたら、うん、そこが過去だったって俺それいけるって言ったそれいいよ俺いける雑誌いろんな要素入ってるいろんな要素千と千尋の要素も入ってるああいいねずっこけ3人組ずっこけ3人組の千と千尋とあとバックトゥーザフューチャーみたいなバックトゥーザフューチャーとほんとだそうなんですね。オリジナルがないじゃん、でも。まあまあまあ。オリジナルがないよ、それは。まあ、まあ、それで、まあ、結局なんか、でも、みんなで、まあ、もんじゃとか食べてて、オリジナルはもんじゃ、もんじゃ、はい。で、最後に先生、先生としてもんじゃ大先生。もんじゃ大先生。戦ってね。まあまあ、ヘラでね。そうだね。冷静に考えたら全然面白くない。面白いわけないですよ。冷静に考えて。20分ぐらい喋ってるから面白いだけ。まあ、それをだから俳優さんとかで固めちゃえば。固めちゃえば。誰山田孝之さん、安藤正信さん。安藤正信さん。安藤正信さん。で、竹中直人さん。すごいね。すごいね。すごいキャストだよ。映画が豪華だわ。豪華本で出てくれるかな？ヒロインも。ヒロインいない。ヒロイン。ヒロイン。ヒロイン男だらけで。男だらけなんでだよ。普通いるんですよね、女性って大体ドラマ。全員男で行ってみようかなっていう。斬新と。そこは斬新と。実写化まで。後ろに視野に入れてるね。映画、ドラマ、どっち一応最初は映画で1分目行って、で、それ当たってドラマ化されるっていう逆輸入パターンです。逆パターン逆パターンですね。それも新しい。映画でスタートしてドラマに行くんだ。はい。ドラマで跳ねてザ・ムービーはあるけど。普通ね。まあ、その辺も斬新だなと。普通ね。普通ね。っていうのをうちの相方が書いてくれたりしたら、
まあ、脚本ね。脚本とかやったら、認められるんじゃないかなって。いや、でも、ね、決まっちゃってるじゃん、ストーリーが。もう、だってもう、書くとこないじゃない、もう。ほぼできてるし。まあでも、会話は分かんないん会話と会話とか。自分で書けない。今まで自分で作ってきたんだから。評価上がんないよね。それは出されてる形になっちゃう。原案おたけになるじゃん、これだと。まあ、そこはでもうまいこと僕も言えるし、なんか、ほぼまあ、彼も頑張ってくれたんで。彼も頑張ってくれたんで。頑張るもん。もう、はい、すみません。もういいよ、本当に。な、ちゃんとしたかったんだけど、いろいろと。さあ、じゃあ。ホットナイツも行きましょう。あ、まあ、もう時間ですか。時間ですよ、もう。ねえ。本当ですか。おたけの話になっちゃうよ。結局おたけなんですよ。あの応援メールも来てたよ。あ、応援メール。しずしずさん、うん、私は斉藤さんと同じ八千代市で育ちました。わ、嬉しい。小学校の頃、うん、多学年の先生として斉藤さんのお母様がいらっしゃいました。地元の方なので応援してます。斉藤さんご家族大事にしてくださいという。ああ、ありがとうございます。八千代市なんだ。地元の千葉県の八千代市で、あの、ね、PR 大使もやらさせていただいてて。あ、そうなんですか。そうなんですよ。はい、嬉しいですね。そうそうね、はい。お母さんもいらっしゃいました。そう、母親が教師だったね。はい、小学校の教師で。はい、あ、そうなんですね。先生やったんですよ。先生だったんです。さあ、もうね、お別れの時間となってしまいましたけども、なんかお知らせありますか？いや、本当にこれといった知らせ何もなくて、うん、はい。ないよね、はい、最近。次にやるライブの、その幕張りの。幕張りはね、あの、今月はあります、はい、その時。ちょっと SNS 等で詳しい、はい、そうか、はい。はい、あの、アイバのお待たせしましたが、次はどうですか？多分3月か4月ぐらいに今、休ませてる状態なので。今1回買って、はい、1回買って、はい、休養してる。そうなんだ。覚醒しましたね。覚醒した。覚醒しました。ね、馬が変わったと。船橋所属。船橋で、はい、地元を盛り上げたいって今の千葉の船橋で走らせてる。そこで勝って、はい、ちょっと楽しみですよ。はい、ね、二人もちょっと応援しに来てもらいたいなと思ってます。また、はい、競馬ね。そうそうそう。一回行きまして、はい、門別競馬場に一緒に北海道に来て、はい、お待たせしました。応援にね、二、はい、人もちょっと、はい、行けましたね。はい、僕のあの応援馬券じゃなくて違う馬の。単勝買っておたけさんデビューレースでその僕とかみんなそれ買うじゃないですか。お待たせしました単勝で、うわ残念だったなって言ったら一人だけニヤニヤしてるから、うん、こいつ見たら全然違う馬の単勝買ってこいつだけ取ってたの、うん、なんでさすがですよ、ね、いやなんか走らなそうみたいな単純にやっぱりこっちもお金かけてるんでそこはやっぱりお金かかってるんで、はい、そこはやっぱりっていうのはありまして応援はしますよ。それは、ね、応援はしてるんですけど、ということで、はい、本日のゲストジャングルポケットの皆さんでした。ありがとうございました。ありがとうございました。ベリーベスト法律事務所より B 型肝炎の方へ最大3600万円の給付金制度のお知らせです。次の方は給付の可能性があります。昭和16年から昭和63年生まれの方、小学校で注射を受けた方、一度でも B 型肝炎と言われた方、これらの対象者の約5人に4人が未だに給付を受けていません。特に現在症状のない方と家族を肝臓病で亡くされたご遺族の方は注意が必要です。自分は対象じゃないと思っている方でも給付金を受け取れることが多いので確認はとても大事です。また他の事務所で断られた方も大歓迎。当事務所なら給付金を受けられるかもしれません。最後にこの給付金には請求期限があります。手続きをしないと損ですよ。まずは、あなたも給付の対象かご確認を。前から気になっていたは今日で終わりにしましょう。話の途中で断っても大丈夫。相談は無料です。お電話は 0120-70-7000 番、70-7000 番、第一東京弁護士会所属、ベリーベスト弁護士法人。明日お昼11時半からは清水美智子とナイツのビバリーヒルズ、ただいま若いねリクエストを募集中。山口萌です。いつまでも若いって言われるけど本当はもう愛しになりましたよ。あのね、40、50なんて赤子みたいなもんですからね。私もそう思ってます。ジェネリック食い入れてきた日本放送ラジオリビューラジオリビング前島、あ、ごめんなさい、小関みどりアナウンサーですよろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。本格的にね、寒さが厳しくなってきましたよね、うん、もう炊事、洗濯、お風呂、お湯をたくさん使う今給湯器フル稼働しています、うん、そこで今日は能率追い炊き機能付き省エネガス給湯器、うん、エコジョーズをご紹介します。給湯器の取り替え目安10年と言われていまして、うん、前よりお湯になるまでに時間がかかる、温度が不安定、
変な匂いや音がするという症状がある場合、それは故障のサインなんです。ある日突然お湯が出ないなんて悲劇を起こさないように、壊れる前に交換しましょう。しかもリビングでおすすめするのが、少ないガスで効率よくお湯を沸かすことができる給湯器、エコジョーズ。メーカーの調べでは従来のものよりも1年間のガス代が最大でおよそ3万2000円以上安くなるんだそうです。結構違うな。ね、実際に交換された方の声です。ガス代が安くなりました。光熱費がどんどん上がっていく中、ガス代が安くなるのはありがたいですとか、前よりもお湯が温かくなるのが早くなって快適ですなど大絶賛です。うちの給湯器大丈夫かしらと少しでも不安があれば、調査だけでもぜひお申し込みください。現地調査見積もりまでは無料です。では気になるお値段です。標準サイズ16号の場合、ある工事会社の見積もりでは45万8700円のところ、ラジオリビングでは標準工事費税込み214,900円、そこからさらに古い給湯器を2万円で下取りしますので、標準工事費税込み20万円切って194,900円になります。すごいですねこれは。そうなんです。通常別料金になる廃材処分費や撤去費も全て込みでこのお値段です。すごい。そうなんですよ。さらに追加料金なしで保証期間なんと5年に大幅延長です。お申し込みはフリーダイヤル0120-1242-86 0120-1242-86 までどうぞ。リモコンは基本操作を音声で知らせてくれる音声機能付きです。例えば、お湯はにをします。お風呂の栓の閉め忘れに注意してください。あ、いいね。そうなんですよ。このね、声で知らせてくれますし、またボタン一つ押すだけでより省エネになり節約ができる独自のエコスイッチ機能も搭載しています。工事にかかる時間はおよそ3時間。今お使いのメーカー問わず、従来の給湯器からの取り替えが可能です。都市ガス、プロパンガス、どちらでも対応いたします。工事対応エリアは島嶼部を除く関東1都6県プラス静岡、山梨県です。壊れてから頼むともね、急いで決めないといけないですから、はい、お値段が定価で高くなってしまうこともありますのでね、あの時取り替えればよかったと後悔しないように、調査だけでもぜひご検討ください。能率追い出き機能付き省エネガス給湯器エコジョーズ。古い給湯器を2万円で下取りしますので、標準サイズ16号は標準工事費税込みで194,900円、20号、24号サイズもご用意しています。お申し込みはフリーダイヤル 0120-1242-86 0120-1242-86 までお電話ください。はい。坂崎みどりアナウンサーでした。ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。カバライ金の確認は0120-1010。中央事務所よりお知らせとお願いです。あなたの財布に入っているクレジットカード。そのクレジットカードから現金が返金されるかもしれないことを知っていましたか？なぜなら、カードのお支払い時に利息を払いすぎているからなんです。中央事務所に電話をすれば、あなたに現金がいくら戻るのか、無料で確認できます。毎月、2万人以上の方にお電話いただいています。対象のカード会社は100社以上。あなたの使っていたクレジットカードから現金がいくら戻るのか、無料でご確認を。0120-10-10-10 10-10-10。お電話は夜12時まで。どちらのカードをお調べしますか？紫のカードだったかしら。こんなんで調べられる？はい、大丈夫ですよ。代表は法務大臣認定司法書士の田中修平。鶴子でおま。田中美和子でおま。鶴子の噂のゴールデンリクエストでは、いくつになってもリクエストを募集中。わしらもまだまだ頑張らなきまへんな。そうですね。でも私まだ35歳ですよ。いい加減しなさい。本当にね。
鶴光の噂のゴールデンリクエストは今日夜6時から。羽衣フーズプレゼンツ備えレシピショー、この時間は羽衣フーズがお送りします。羽衣フーズプレゼンツ備えレシピショー。警察の捜査が久々にね、久々にいいですね。楽しいな、楽しい、やっぱりこれですよ ね、 楽しいですね。全然楽しくないでしょこの事件全然盛り上がらないでしょこの刑事ドラマ。さあ、そのレシピショーのコーナーです、うん、このコーナーでは防災と食をテーマに羽衣フーズさんの商品や誰でも簡単にできるレシピを紹介していきます。コーナーにお付き合いいただくのは管理栄養士で防災士の資格をお持ちの今泉真由子さんです。よろしくお願いします。よろしくお願いいたします。さあ、今日は今泉さんにローリングストックにおすすめな羽衣フーズの商品をご紹介いただきます。今日何でしょうか。はい、今日ご紹介するのは羽衣フーズさんのシャキッとコーンです。うん、羽衣フーズさんのシャキッとコーンは缶に入ったシャキッとコーン190g、紙パックに入ったシャキッとコーンパパッと紙パック190g、パウチに入ったホームクッキングシャキッとコーン65g の3種類あります。はい、今日は開けやすい紙パックのタイプをご用意しました。はい、皆さん手で開けていただいてスプーンでお召し上がりください。びっくり、手で開けられるんですか。これ簡単に開けましたね。簡単に開けられるな。ナチさんの食べ方ちょっと違うのね。汁美味しくないですか。汁から行くなって。汁お酒じゃないんだから。汁って美味しくないですか。汁から行くなって。なんでみんな分かってくれないの、その汁の美味しさ。開けてまず汁一杯、はい、汁マジうまいですよ。で味わってから中のコーン。このボリュームもすごいし、はい、だからナツさん食べ方違うって。汁好きなんですよね。はい、このシャキッとコーンを味わってください。うん、シャキシャキッと、うん、美味しい、美味しいですね。うん、このパパッと紙パックの中190g入ってるんですけれど、うん、汁入って 190g、うん、コーンだけだと 120g 入ってます。うん、ボリュームありますよね。うん、ねある、うん、で賞味期限は24ヶ月持ちます。うん、すごい。はい、こちらは国内で厳重に選別して詰めています。このパックはテトラリカルト紙パックというんですけれども、これハサミを使わず手で開けられてゴミの処理が簡単、うんこれね、これがいいですよね。はい、ちなみにあの他の商品もちょっとご紹介いたします。うんうん、缶のタイプのシャキッとコーンは紙パックと同じ容量入ってます。実は内容量同じです。190g 入ってコーンでいうと 120g 入ってます、これもたっぷり入ってます。賞味期限は37ヶ月、はい、こちらもアメリカで収穫後4時間以内に急速凍結したスイートコーンを国内で厳重選別後缶詰にしました。砂糖不使用で甘み爽やか、シャキシャキとした歯ごたえです。美味しい、ね、止まらないですよね。夏さんすごい食べてくださってる、ありがとうございます。でパウチのタイプ、このホームクッキングシャキッとコーン 65g 入りなんですが、コーンでいうと固形物で 55g 入ってます。賞味期限19ヶ月あります。こちらもシャキシャキとした歯ごたえと甘みが自慢のスイートコーンです。サラダやラーメンの具、スープなどにお役立てください。夏さん、スープに入れるときはねこの汁いいと思うんですけど、ね、はい、なかなか汁だけでもめっちゃ美味しい。昔からそうですよ。え、昔から好きだね。はい、汁好き、嬉しいです。うん、美味しいですよ ね、 ね、ありがとうございます。あの能登半島地震が発生してから2週間以上経ちました。はい、避難が長期化して体調を崩すなどして亡くなる災害関連死、これをいかに防ぐかが課題となっています。富山や新潟では液状化により被害が深刻で、液状化で家が傾くとめまいや頭痛など健康に影響があり、住み続けることは難しくなり、本当にこれからも住まいや仕事の再建などいかに進めていくのかなどが課題となっています。一日も早い復旧復興を心よりお祈り申し上げます。先週もお伝えしましたが、29年前の1995年1月17日に阪神淡路大震災が発生しました。今日は神戸三宮の東遊園地で阪神淡路大震災の追悼行事 1.17 の集会が行われています。東京会場もあります。本日14時30分から19時の間、この近くの日比谷公園小音楽堂で行われています。はい、震災を風化させないためにも記憶を伝える行事は大切だと思います。ね、皆様も祈りを捧げていただけると嬉しいです。はい、ありがとうございます。さあ、来週以降もストック食品を美味しく食べられるレシピを今泉さんにご紹介していただきますので、よろしくお願いいたします。
今回のレシピは番組ホームページから見ることができる特設ページにも掲載するので、そちらでも確認してください。そして番組特設ページでははごろもフーズのシーチキンが入ったシーチキンストッカーボックスのプレゼントもしています。応募フォームがありますので、そちらからご応募ください。また備えレシピを作ってみましたといったメールもお待ちしています。受付メールアドレスは rs@1242.com、 懸命に備えレシピ賞と書いて送ってください。お送りいただいた方の中から1名様に3000円分のクオカードを差し上げます。今泉さん、ありがとうございました。ありがとうございました。はごろもフーズプレゼンツ備えレシピ賞でした。例えば災害などもしもの時、不安な気持ちを和らげてくれるのは普段のお料理なのかもしれません。いつもの食材を多めに買って使った分だけ買い足すローリングストックが注目されています。はごろもフーズはシーチキン、シャキットコーン、ポポロスパなどローリングストックに役立つ商品を取り揃えています。食べながら備える暮らし、始めませんか？はごろもフーズ。食べる、買い足す、備える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 。普段よく使う食材を多めに買っておいて、食べた分だけ買い足すことをローリングストックと言います。シーチキン L、 シャキットコーン、朝からフルーツ、ポポロスパ、パパッとライス。はごろもフーズの商品でローリングストック始めませんか？はごろもフーズ。はごろもフーズプレゼンツ備えレシピショー、この時間ははごろもフーズがお送りしました。時刻は2時51分です。続いて日本放送ニュースです。ニュースデスク森田さん、お願いします。はい、お伝えします。自民党の浜田国会対策委員長は今日、立憲民主党の安住国対委員長と国会内で会談し、通常国会が召集される今月26日は開会式のみ実施する日程を提案しました。また29日に衆参両院で政治と金の問題をめぐる予算委員会の集中審議を、翌30日に岸田総理大臣の施政方針演説など政府4演説を行う日程も伝えました。国会の冒頭、総理演説の前に予算委員会が開かれるのは異例です。立憲民主党が政府4演説に先立ち、政治と金の問題で予算委員会の集中審議を開くよう求めていたものです。これに関連し、岸田総理は今日午後の政府与党連絡会議で次のように挨拶しました。自民党の政策集団の政治資金パーティーの問題についても、政治改革を求める国民の声を真摯に受け止め、国民の信頼回復のために何をすべきか、党の政治刷新本部において外部有識者の参加も得てしっかりと議論をしてまいります。一方、公明党の山口代表は会議終了後、記者団に総理がリーダーシップを発揮してほしいと述べました。国民の信頼が重要であります。その信頼が損なわれている、損なった当事者はやはり自民党でありますから、自民党の総裁として、また総理の責任として積極的に先頭に立ってリーダーシップを発揮していただきたいと思います。次に、中国の去年の GDP 国内総生産は物価変動の影響を除く実質で前の年と比べて 5.2% 増え、政府の目標を達成しました。国家統計局が今日発表したもので、前の年が新型コロナウイルスの流行で落ち込んでいた反動という側面が強くあります。一方で、不動産開発投資は2年連続でマイナスとなり、不動産不況の長期化が鮮明になりました。不動産関連は中国の GDP の3割を占め、経済への影響が大きいため、習近平指導部の対応に注目が集まりそうです。おしまいに、羽田空港からアメリカに向け太平洋上を飛行していた全日空の旅客機で昨夜、乗客が暴れるトラブルがあり、機体は羽田空港に引き返しました。乗客は客室乗務員に怪我をさせたとして空港で警察に逮捕されました。昨夜、アメリカシアトル行きの全日空機が羽田空港を離陸しましたが、
アメリカ国籍とみられる乗客の55歳の男が暴れたため、太平洋上で引き返し、今日未明に戻りました。男は羽田空港で警察に引き渡され、傷害の疑いで現行犯逮捕されました。男は機内で客室乗務員の女性の腕に噛みつき、怪我をさせた疑いが持たれています。この時間のニュースは以上です。森田さん、ありがとうございました。赤い船木和夫コンサート2024 4月12日金曜日午後2時から高崎芸術劇場大劇場。チケット好評発売中。お問い合わせは 03-3355-3553 IS まで。This program is specially designed to make you laugh shamelessly in the middle of the day. ナイツの土屋です。花輪です。Hosted by Nights from Monday to Thursday, Nights, the radio show. はい、ゲストの感想メールです。はいはい、神奈川県のキーボさん。うん、おたけさんの提案だけは すごくしてくれる姿勢、うん。うちの会社にいる会議の時に夢だけを見て現実を見ない案をたくさん出してくる後輩にとても似ていて、気づいたら拳を握っていました。大竹のそれ聞いて、気づいたら拳握ってた、そうだね、まあ、思い出しちゃった。しないやつよりはいいと思うんだけどね、まあ、確かにね、うん、まあ、ただ帰って時間がかかるんですね、でもそれのできないだろうっていうね、ことなのかな、うん、よくそんなポンポン出てくるって出てくるけど、ね、そうだよね、うん、そのアイディアの中にひょっとしたらなんかこうちょっと光るものがあったりするのかもしれない。そうだ、でもなんか適当に言ってる感じがしちゃうのかな、やっぱり。ああ、なるほど、うん、適当だったでしょ、だってもんじゃ大戦争熟考してる大戦争、答えでないだろ、もんじゃ大戦争、ポンポンポンって思いついたら言っちゃうみたいな感じ。天才なのかな、そうかもしれないですよ。社長とかなっちゃったら大変だね、振り回されちゃう周りが。あ、確かにね、もんじゃ大戦争で行こう、うん、もんじゃ大戦争、わかりました。もんじゃ大戦争なんか小学生の話だったよね。でもキャスティングがやばかったですよ、ね、キャスティングが3人組でしょ、山田孝之さんとか安藤正信さんと竹中直人さん、竹中直人さん、え、子供じゃないんだと思って見なかったけど、結構大人な映画だな。それが脇を固めるってことなのかな、脇を固めるっていう、で新人の子役たちをフューチャーさせて、それででも女性はいないでしょ、ヒロインはいないかな、ヒロインなしで、ちょっと分かんない、やっぱその分かんないね、構想のね、次言ってることが変わっちゃったよね、可能性もあるからね、ですけども、イトムーさんです、イトムーさん、岐阜市の方、僕が草野球を、あ、グローブのやつね、僕が草野球を始めるためグローブを買ったのですが、うん、安いものを買おうとしたら、うん、本気で続けるなら高い方がいいですと言われ、5万円のグローブを買いました、うん、今思えば草野球だから本気の野球ではないし、別に1万ちょっとのでよかったと思うし、草野球のメンバー揃わなくて全然やってないから買わずに誰かに借りるでもよかったように思えてきました。まあ、おっしゃる通り、これね、うん、草野球で5万円のグローブ、まあ、どうなのかという、高く買ったからやる人と、うん、結局本人の気持ち次第なんだけど、はい、うん、ものすごく分かる気持ちはね、うん、まあだからボーリング球を買えって言われて、うん、事務所のマネージャーに、どれぐらいやっぱり5万円ぐらいで買ったけど、1回も投げてないから1回も投げてない、も重いんだもん、持っていかねえよ、ね、借りれますから、借りれるのも、借りれる、あんなに借りれるとこないじゃん、いっぱいあるんだから、はい、まだまだメール待ちます。古いカメラ、壊れたカメラ、いくらになるか気になりませんか？カメラの北村なら、どんなカメラでも高く買い取ります。さらに、時計ブランド品も、少量でも無料で査定に伺います。お電話は、0120-157-999、157-999。出張買い取りは、カメラの北村。あ、この曲、懐かしい。それは大学時代、初めてできた彼の車で聴いた曲。彼の顔はもう思い出せないけど、その曲だけは今もはっきり覚えている。ん？あれ？声が。あの頃の思い出の曲も無料で楽しめる Spotify。あ、この曲もある。ここで日本放送生活の窓口からお知らせです。資産運用をお考えの方、新ニーサについてよくわからない方、そんなあなたに最適なセミナーを開催します。1月25日木曜日午後2時から日本放送イマジンスタジオで、投資信託選びの新常識、なぜ投資信託で損をするのかという無料のセミナーを開催します。
セミナーでは投資信託や資産運用の初心者が引っかかりやすい落とし穴から、上級者でも意外と知らない投資信託の選び方まで徹底解説。また新ニーサのメリットや注意点、活用方法をお伝えしていきます。お申し込み方法など詳しくは0120-734-899 日本放送生活の窓口セミナー、日本放送生活の窓口セミナーで検索してください。